はい。えー、それではお時間になりましたので始めたいと思います。皆さんこんにちは。えー、と、週一完成合格フルコースの、えー、開講前特別講義ということで、えー、始めさせていただきたいと思います。担当は、レックセニーコースの友塚です。どうぞよろしくお願いします。えー、そして画面の前の皆さんも、えー、こんにちは。はい。ということでですね、えー、と、今回ですね、えー、こちら、レジュメの方ですね。 ご準備いただきたいと思います。えー、週一完成合格フルコース開講前特別講義レジュメというものを使用してまいりますので、えー、こちらの方ご準備の方お願いいたします。さあそれではですね、まずこちらのレジュメの二ページ目のところからお開きください。まずはですね、今回お話をしておきたいのがですね、この宅見試験の全体のお話。まずはえそこのところですね、一番の学習戦略編というふうに書いてありますけれども、まあこちらのところからお話をしてですね、まあ後半の方ではですね、まあ実際に 具体的な範囲の学習を始めていきながら、まあ、どういうところを勉強していけばいいのかとかそういったお話をできればなというふうに思いますまずですね1番のところです2ページのところを開きくださいはい、えー、試験概要というふうに書いてあるところなんですけれどもさてそれではですねこちら、えー、見ていきましょうかはい、えー、学習戦略編2ページ目のところですねちょっともうちょっと拡大しますけれども さあまずですね、えー、こちらにあります通り、宅球試験は毎年1回、10月の第3日曜日、まあ、2020年は10月18日の予定ですというふうにありますと、えー、いうことで、まあ、こちらの日程はほぼほぼ確定と見ていいです。えー、こちら、10月の18日ですので、もうこの日程は はい、もう手帳に書くぐらいの気持ちでいてください。もうこれは手帳に書いといてください。もう10月の18日に試験ですと。で合格発表の日もですね、はい、こちらですね。 12月2日の水曜日、えー、こちらの予定ですという風になっておりますまあ、ほぼほぼ確定でございますこれではい。ですので、えー、10月の18日ここに間に合うように準備をして、えー、そして皆さんが合格発表ね、えー、合格賞を手に入れるのが12月の2日ということになります でですねこの下に10年間のデータというふうに書いてあります。でこののの10 10年間の過去10年間間過去データっていうところなんですけれども、まあ、見ていただければですね、まあ、過去10年間がどんな感じで、えー、申し込み者が出て受験者があって合格者があってっていうところを出ていますけれども、まあ、実際ですね こちら、えー、全部で50問ありますけれども何点取ればいいですかっていうものに関しましてはこれ年によって違うんですね、えー、一番右の合格点のところを見て頂ければ分かると思うんですけれどもまあ36点だったり33点だったり32点だったり31点だったりというふうにまあ年によって、えー、点数が違います。ということは、まあ、何点取ればいいですかっていうものにはちょっとお答えできないんですよねこれ。 はい、えー、年によって違う情何点取ればいいというそういう言い方はできませんしかしこちらなんですねはい合格率の方を見てください合格率の方を見ますとほぼほぼ15%前後で確定してるんですねですので上位15%の人が合格者ということになります なので、まあ、当然のことながらその年の受験生の、まあね、学力とかあとは問題の質とか、まあ、そういったものによって、えー、合格点は変わってしまいますけれどもとりあえず受けた人の上位15%前後の人に合格証が来ると、えー、いうことは間違いないということになります。ではでははすすねこのの、えー、上位にに入るためにはどうすればいいのかという話になってきますよね。 上位15%に入るためにどういう勉強をしていけばいいのかでそこで見ていただきたいのが次のページなんですよはい、えー、3ページのところですね正解率から戦略を考えるというふうなところをご覧くださいはい卓球、えー、試験に合格するためにどのような学習をすればいいのでしょうかまずは次のデータをご覧くださいというふうに書いてありますこれ何かと言いますとですねまあちょっと50%半分のところで編みかけになってますけれどもこれ 何パーセントの人が正解できたのかというデータになってます。で、何パーセントの人が正解できたのかというデータになっていてですね、まあこれ網掛けのついてないところが半分以上の人が正解できた問題ってことですね。半分以上の人が正解できた問題が何問あるのかってことなんです。 えー、2015年ですと34問ありました、えー、2016年だと40問ありました2017年43問、えー、2018年44問そして2019年41問ありましたつまり半分の人が正解できる問題というのが41問あるんですよねでこの年の合格点が35点ということはこれこういう言い方するの、えー、こういう言い方ができるの分かりますか 半分の人が正解できる問題を1問も落とさなければ必ず合格者になれるということ。これよろしいでしょうかこれって2019だけじゃないですよね。2018年もまあ44点取れるわけですよ。えー、この年の合格点が37点。そして2017年は43問取れるわけですよね、えー。この年の合格点が35点というふうに半分の人ができる問題を1問も落とさなければ必ず合格者になれる。 まずここは念頭に置いといていただきたいんですよ。で、どういうことかと言います。と、まあほとんどの人がですね。この勉強の方法で失敗してしまってるんですよね。そのいわゆる先ほど言いました通り、上位15%って話をするとまあ、上位15%に入らないと自分のところに合格証が来ない。そうすると、他の人が解けないような問題を解かないと正解ね。できないと合格できないんじゃないかというような。誤解が実は勉強の仕方を。 大きく狂わせてしまうんですよそうすると例えば正解率 20%30% の問題であったとしてもそれを解けないとやっぱりきついっていうふうになってしまうとそこの対策に夢中になっちゃうんですよね。でそこの対策に夢中になってしまうとどういうことが起こるのかっていうと今度は逆にみんな正解できる 90%80% 90の問題を落とすんですよ。でそうしてこの合格ラインを超えられなかったって方が非常に多いんですね。なのでまず 最初に押さえておいていただきたいのは基本をちゃんと固めるって,ってことなんですよ。そこをまずは認識持っておいいくださいではこのね週1クラス、まあ、ありますけれどもこれテキスト使うのがですねこういうテキストを使っていきます。士、えー、合格の取説というです、ねえー、テキストを使っていきますけれどもまあ「卓研」の本にしては結構薄めです。 卓研の本にしては結構薄めですあの結構分厚い本多いですからね「宅見」の中の本っていうのはその中では結構薄めの本で,でしかもこの講座は週にに回という風になりますよね、まあ大体あの普通の講座週に2回やるのがまあ基本的な、ね、ものになってるんですけどもここは週1回でやっていこうというです、ね、そういう仕組みになっていますでそうするとやっぱり気になると思うんですよねこれで足りるのかとはい やっぱりあの週1とかねこういうコースになってくるとやっぱり一番気になるのってそこですよねこれで足りるんですかっていうところがやっぱり一番気になってくると思うんですでも逆だと思うんですよそう週に1回しかないからこそですねこちらはいもう一度いきますけどもここのみんなができるところの学習に集中していきたいんですねでここでちゃんと点数を取れるようにしてここで合格点を稼ぐ つまりもうこっちのことを最初から視野に入れないってことなんですよそう 40%30% の問題これが出たらどうしよう出たら捨てればいいじゃないですかって話なんです出たら捨てればいいんですよなんでそうもうほとんどの人が間違える問題なんですから皆さんが間違えたところでそんなにダメージないはずですよねですがほとんどの人はやっぱりここ出てるじゃないですかと過去問で出てるじゃないですか って言どん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 細かい学習してこっちでもどん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 点数を落としていくってことになりかねないわけですよ。なのでここまずは勉強を始めるにあたって基本をちゃんと固めていれば絶対に合格できるんだっていうところは押さえておいていただければというふうに思います。そして2ページのとところにちょっと戻りますけれどもはい え2ページのところにですねこのようにあります「達見試験合格には約300時間の学習が必要だというふうに言われています」というふうにありますねまあこの数字300時間という数字まあこれ信憑性もどうなのっていうところはあると思うんですけれどもまあ仮に300時間としましょうはいもう本当に何時間かは知りませんけれどもえまあ世間でよく300時間と言われてますからねまあとりあえずそれに従って300時間としましょうそうすると 残り300日で勉強し始めるとどういうことになるのかっていうと1日1時間で足りるんでですよでも残り100日で勉強し始めると1日3時間かかるってことですよね。ということは始めるのが遅ければ遅いほど1日の勉強時間が必要にになななるるっていうことになるわけなんですよわかります始めるのが遅ければ遅いほど勉強時間が必要になってくる。 だから逆に言えばそういつから勉強すればいいですかっって言ったらもうなるべく早くってしか言いいよようがななんですよねそれなるべく早く早勉強し始めればそれだけ一日の勉強時間が少なくて済むわけですから。で考えてみればその、ね、じゃあ何日前に間に合うんですかっていうその質問に関しても実際皆さんが一日何時間その宅建の勉強に費やすことができるのかによっても変わってくると思うんですよ。 それによって、例えば間に合う間にに合合うわない。例えば先ほども言いましたとおり1日3時間の勉強時間が毎日コンスタントにこう練習できるのであればそれを100日前にに勉強しても間に合うってことこですよね。ただどう頑張っても1日1時間ぐらいしかね、えー、ちょっと時間を練習することはできないっていう人はそれも三300日前に始めないと間に合わないんですよ。 なので、これよく聞かれる言葉なんです。あのこれから勉強して間に合いますかっていうこの質問というのは本当によく来るんですけれども、もう正直そういう意味でわからないとしか言いようがないです。はい、えー、それは何でですかって言ったら、どのぐらいの時間を卓見の勉強に使えるのかがまあちょっとそれ個人差あるのでわからないということ、そしてもう一つこの三百時間というこの数字の信憑性が怪しいということです。そう、これどういうことですかって言いますと、それみんな三百時間かって話なんです。 ここでお話し,しておきたいのはみんな300時間ですかっていうお話なんですよどういうことかと言いますとこれちょっとですね4ページ目のところ見てみてください えー、4ページ目のところ見てみますとですね今度は試験範囲と学習目標というふうに書いてあります、えー、こういう範囲がですね宅検試験に出てきますよというふうにありますけれどもまず1番に権利関係14問というふうにありますよねで、そこにですね例えば民法、借地借家法、建物区分所有法、不動産登記法というふうに書いてありますで まあ大体の内訳として民法10問借地借家法が2問建物区分所有法が1問、えー、不動産登記法が1問っていうのがまあスタンダードな形です。で,スタンダードな形で例えば民法が10問出てくるということはですよ例えば民法を学習済みの人はこの時間削れますよね。 わかります例えば、えー、大学の法学部で民法の授業を1年間受けてました2年間受けてましたっていう風になったらばそれはもう民法の勉強を特にする必要ないわけじゃないですか例えばもうこの現段階で例えば行政書士に受かってますとか司法書士に受かってますっていう風になったらそちらの試験勉強の方で民法ってやってますよねでそうするとそこの部分の勉強時間っていうのはね減らせるわけじゃないですかそうするとこの300時間っていうものも減ってきていくっていうのは間違いない事実ですよね なのでこのののの範囲の中でももう勉強済みのものがあればそして300時間というふうに言いましたけれどもじゃあみんな300時間ですかっていうふうに言うとそうでもない逆もまたしっかりで例えば勉強慣れしてるか勉強慣れしてないかっていうのもやっぱり問われてくると思うんですよね。 それはどういうことかと言いますとやっぱりその勉強にしてもこれから勉強を始めますっていうふうにやったらまずどうやって自分は勉強していけばいいのかっていう勉強の仕方を確立させなければいけないわけですよ。それから勉強がこう波に乗ってくるわけですよですが、まあ、例えば、ね、範囲が全く被らんなかったとしても別の形で勉強のの経験というものがあれば自分の勉強のスタイルっていうのが分かれば、まあ、そこはもう勉強が波に乗るのが早いわけですよ。 そうすると300時間は減らせる人もいるでしょうし増やさなきゃいけないっていう人もいますなのでそういう意味でもまあ300というのはまあちょっと疑わしいっていうのはそういうところなんですよねだから平均値を求めると300です平均値を求めていくと300ただその300っていうものが本当に300なのかどうかは疑わしいということになっていきます なのでまあ、なるべく早くやっておけばそれは勉強時間が多く取れるわけですから合格の可能性というものは上がってくるということになっていきますでちょっと順番前後しちゃいますけれども先にちょっと5ページ言いかけた話なんでこちらの方からお話をしていきたいと思います、えー、今後の学習スケジュールということですねどういう形で勉強していけばいいのかっていうところを見ていきたいと思いますけれどもまず これちょっと押さえておいていただきたいことは何かといいますと、まあ、大体です、ね、12月か1月それから4月それから6月、えー、この3つこれ何かといいますとこの時期から卓球の勉強をし始める人が多いという時期です。 えこちらですね12月1月から始めているもうだからもう現段階で始めちゃってるっていう方ですね、えー、それから4月から始めようっていう方、えー、それから6月から始めようという方まあ大体ですねこれはどういうことかと言いますと大体ですね12月1月っていうふうになってくると。 まあこれはあの先ほども言いました通り合格発表が大体12月の頭なんですよ。で合格発表が12月の頭なので、なんで前の年に落ちてしまった人っていうのが大体ここから始めます。なので12月1月スタートは結構リピーターが多いです。そういう意味では、えー、前にまあ勉強していてもう一年頑張ろうかなっていう方がまあ12月1月が結構多くて、えー、そして4月ですね。ここはこれから勉強し始めようっていう人が多い時期です。 4月、まあ、やっぱり新生活になって何、まあ、か新しいこと始めてみようかなっていった時に、まあ、資格でも取ってみるかみたいな感じで,でそれでああ卓研っていうのがあるのかじゃあまあとりあえず取ってみようかなみたいな感じで始める方が多いですね。 で6月に始める方もいわゆるリピーターが多いんですよ。え6月スタターーートもリピーターが多いですえこれは何かといいますとあの特にですね、えー、1点差で落ちてしまった方とかですね、はい、で1点差で落ちてしまった方っていうのはなんかあの心になんか妙な,なんか余裕があるらしいんですよ。え1点だけだったから、まあ、あともうちょっと勉強すればなんとかなるだろうと。 いう,ふうに思ってでそれでなんかねあとちょっとだからまあねそんなに早いからガツガツ勉強する必要もないかみたいな感じになってで6月で結構あのたまにいるのが9月ってのもいるんですよ本当に勘弁してほしいんですけど本当に勘弁してほしいんですけど9月ぐらいにそろそろ勉強し始めるかみたいな人が結構いるんですよねでこの6月9月でやろうとしてる人たちってやっぱり一点差で落ちてしまったって方が多いですで6月に気づいてくれればまだなんとかなるんですけども 9月だと意外とその次の年も落ちてしまう場合が多いんですよねはい、それは何でかって言ったらそこまで勉強をほとんどしてないと範囲全部忘れるんですよで全部忘れた中で1ヶ月でそれを全部思い出そうってうのはなかなか無理なんですよねだからこれは本当にあの小肌に言っておきたいのが1点2点で去年落ちてしまった人だからこそ早めに始めてもらいたいっていうのがあるんですよ 本当に、えー、ですので、まあうん、この4月っていうのはある意味いいね段階なんじゃないかなというふうに思います。でどういう勉強をこれからやっていけばいいのかっていう話なんですけども一応この学習スケジュールっていうのは、まあ、週1コースのね、えー、カリキュラムに沿って書いてありますけどもまずなるべく早くなるべく早く全範囲の勉強を終わらせてください。これが急務です。 えー、結構ですねこの勉強の仕方って2種類あってそれは何かというと1つが分かってから次にいこうっていう人ともうとりあえず全部終わって2週目3週目で細かい勉強していけばいいやっていうタイプと2タイプあるんですけれどももう資格試験の勉強ってなるともう絶対校舎の方がいいですもうとりあえず前半終わらせる。 そして二週目三週目でこう上塗り上塗り上塗りってやってった方がはるかに効率がいいです。だからあのいわゆる完璧主義の人っていうのはなかなか勉強はかどらないんですよね。え何がって言ったらいやここがまだ理解してないのに先に進むのはどうかなみたいな感じになってしまうとこれがまあスクールとか通ってればいいんですよ。スクールとか通ってればあのスクールの一番のメリットは何かっていうと勝手に講義が進んでいくってことなんですよ。はい。 これあの勝手に抗議が進んでいくってメリットなんですかって思うかもしれないですけど十分なメリットです特に完璧主義の人にとっては。 そう完璧主義の人にとってはこれが理解してないのに先に行くのはどうかなみたいな感じになって一向に進まなくて結局あの試験の1か月ぐらい前にあやばい3分の1ぐらい範囲が終わってないってなって残りの3分の1をもうなんかとりあえず全部丸抜きだみたいな感じにしちゃってそれであの無理やり範囲を終わらせてでそれで点数取れるわけがないのでそれでだめになってしまうって方結構多いんですね。はい なので、まあ、勝手に講義が進んでいくっていうのは一つメリットですそういう意味では、えー、勝手に講義が進んでいくと、まあ、勝手に講義が進んでいった結果どうなるのかっていうと7月23日に前半に終わるわけですよねなのであのもしこれね、えーとまあ、こういう感じで数学っていうものを選んでいただけるのであればそこは心配ないんですけれどももしあのこのね勉強を独学だとかあとは WebDVD だとかあのそういうようなものでね、えー、やろうとしてる人には一番もうやっぱここは おしておきたいいい時間配分ミスらないでくださいっていうの、はい、結構これは大きいので,で,です、ね、あの特に一応これあの週1クラスの,、ね、あの宣伝みたいなもんですから一応週1クラス来てねっていうのが建て前にはなってますけれども、まあ、もしかしたらねあの独学でやろうみたいな感じの人もまあねあのこれ聞いてくださってるかもしれないので一応言っておきますとあの独学の方は本当にペーーースメーカー崩すすと終わります独学でペースメーカー崩されると終わります。 じゃあ独学の人はどうやって勉強していけばいいのかっていう話、まあこれをちょっと週一の <laughs> 宣伝でやるのもどうかと思いますけども、まあちょっと一言ぐらい喋っておきたいと思いますけれども、あの独学の人は何をするといいのかって言ったらペース配分を通学のスケジュールに合わせちゃうのがベストなんですよ。そう分かります。あの通学のスケジュールの通りに自分も独学を進めていくんです。でそうしないと遅れていっちゃうので。 なのであの通学の時間割って意外とあの貴重な資料になったりする場合がありますはいまやっぱり前半終わらないっていうのは結構厳しいですで前半終わってそれから見える世界っていうのがありますまあ私これよく言うんですけども例えばねあの歴史の勉強とかね日本史とか世界史とか学生時代にやったことがある人はわかると思うんですけどあの古代のあの遺跡の勉強しているときって全体像全く,全く見えないじゃないですか。 だからくくからら全くくよよわわなないってことこになるわけですよねで中世の勉強をしていてもなんかよくわかんないっていった時に例えば近代まで全部勉強し終わってそして、ね、古代から近代までがパンと見えた瞬間に「ああの時のあれってこういうことなんだ」って言って前のものと後のものがリンクすることってのは結構あるんですよ。 これって別に歴史の勉強だけじゃなくてこういう資格試験の勉強でも一緒で例えば民法を勉強している時にはよく分かんなかったけれども例えばそれが借地借法を勉強することによって民法のあそこのところもこういうことだったんだっていうのが分かる場合もありますまあこれが例えば宅建業法と法とと令上の制限とかですねそういうふうなところでもそういうところってすなのはあります。で,くくここでもちろん頭の中に全部入ってるっていうことではないです。 頭の中に全部入ってるってことではなくていことなんですようそして2週目3週目のところでじゃあ今度は暗記ものを暗記して点数が取れるようになっていってっていうそこにつなげていければいいかなという感じになります。なのでまずはもうあのこれ7月23って書いてありますけどもこれはあの何かというとこの週1クラスの通学クラスがここで一応。 終わるということになります。まああのこのインプットの講座がですね、インプットの講座がここで終わるということになりますので、まああの例えばウェブ DVD で学習するという方、独学で学習するという方も、まあ8月の中ぐらいまでには終わらせた方がいいと思います。8月の中旬ぐらいまでにはワンクール終わらせておく。そしてその後演習で力をつけていくということになっていきます。 で、えー、演習で、えー、今度は実践を通して曖昧な部分を修復していってそして最終確認をした上で試験に臨んでいくというですねこの流れを意識しておいていただければというふうに思いますでちなみにですねこれ先ほどのちょっと、えー、さらっと流したところに戻りますけれども試験範囲と学習目標というところをご覧ください。はいいペペーージジのとこでですすねねごめんなさい4ページです、ね はいえー、4ページのところですじゃあその全範囲を終わらせるって言ってもその全範囲ってのが何かっていう話ですねはい、えー、試験全部で50問ありますけれどもまず、えー、1番目権利関係から14問それから宅建業法から20問。 それから法令上の制限から8問税価格から3問それから免除科目から5問、えー、この合計50問になっていきますが下のところをご覧ください、えー、出題科目とテキストと、まあ、出題数と得点目標が表になってますけれどもこれあのこの「卓っ士合格の取説というこの本ですね。えー、この本の、本 テキスト構成第1巻目が権利関係そして第2巻目が、えー、宅建業法ですねでそれから第3巻目が、えー、法令上の制限税その他ということでこのテキストの1巻目の内容から14問出てきます2巻目の内容から20問出てきますそれから3巻目の内容から16問出てきます。でこれあの まあ、ちょっとこれあの私のじゃないので、あの校舎にあるようなものでね。あのバリバリ閲覧用って書いてありますから、私のじゃないので、ちょっとあの3分割するわけにはいかないんですけども、これはあの3分割することができますよね。で、3分割したときに見ていただきたいんですけれども、これ第2巻この宅建業法編ですね。第2巻の宅建業法編が一番薄いんですよ。テキストそう。テキストが一番薄いのにはい。 テキストが一番薄いにもかかわらず一番出題量が多いんですねということはもうここの宅建業法のところはもう範囲が狭いなのに一番出題数が多いそして高得点が要求される20点中18点取らないといけないということになってきますよろしいでしょうか20点中18点もうこれがあのもう是非ものだと思ってください まあ、どんなにしくったとしても16点。どんなにしくったとしても16点にしてください。15点以下になることのないように。してください。これはもう、あの、最低条件です。で、これ、よく言われるんですけれども、残念ながらですね。例えば、宅建業法を制するものは宅建試験を制するっていう言葉を、まあ、たまによく聞くんですけど。この言葉って、本当か嘘かって言ったら、まあ、実は嘘です。 はいえー、宅研業法を制しても、えー、宅研試験を制することはできませんそれは何でかっていうとみんな高得点取るからです、はい、もうぶっちゃけた話ここ18点って概念ありますけども不合格者でも大体1 5 6点は取りますよ、はい、不合格者でも取ります はい、合格者でもこのぐらい取りますなので、まあ、実際問題この宅検業法20問中例えば14点13点になってしまったらまあ不合格は確定だと思いますでもだからといってじゃあ20問中18問取れたから受かるのかっていったらそれは受かりませんはい周りもみんな取ってるので差はつきませんのでよろしいでしょうか でですのでまずこの宅建業法で高得点を取るというのは戦略としては抑えておいてくださいそれから権利関係が14問ありますで14問あるうちの、まあ、9問ぐらいは取ってほしいかなって感じですで9問ぐらい取ってほしいその内訳についてお話をしますとちょっと上のところを見ていきますとここのですね借地借家法っていうのがあってこれが毎年2問出てきます ここは是非もので取れるように準備をしておいた方がいいと思います。これは二問とも取ってほしいかなっていう感じですね。はい。これは二問ともできれば取ってほしいかなというところになります。そして、民法十問ということになりますけれども。この民法十問に関しては、取りやすい問題と取りにくい問題が、混在しています。なので、その中でいかに取りやすい問題を取っていくのかっていうのが重要になっていきます。 深入りは絶対にこちらに関してはしない方がいいですでこれどういうことかと言いますと皆さんもさすがに世間でもこれだけ騒がれているのでおそらくお耳にしたことはあると思いますけれども民法改正がありますよねこれはまあさすがにお聞きお呼びだと思います、えー、どこでも賢くでも言ってますからねで ここで民法改正っていうものがあるんですがこちらを意識ししししすすぎないいいいよよううにしてたただきたいんですよろしいでろょうかこれどういうことかっていいますとこれ民法改正ってやっぱり何て言うんですかねうんまあ話題としてはねなんか結構大きな話題じゃないですか。 なのでやっぱり民法改正、それでね、宅球試験も点数取らなきゃいけないよみたいな感じになってくるとその民法の勉強にもうまあもう今見てると結構そうなんですけれどもいや、そこまで労力注ぐ必要があるっていうぐらいに労力を注いじゃってる可能性が高いんですね。どういうことかって言いますといいですかね民法が改正される、それは改正されますよ、改正されますけれどももう一度思い出してほしいんですよ。 もう一度思い出してほしいんですよ半分の人ができる問題できれば受かるんだってことなんですでも民法改正の細かい部分を勉強し始めるってここに集中していることに他ならないんですね言ってる意味わかりますか結構多くの人が今これに陥りがちです実ははい でそうするとどういうことが起こるのかというと民法ででしか点数が取れれないってことこも十分考えられるんですねそれはどういうことかといいますと例えば民法の学習になかなか時間を使ってしまったらどういうことになるのかというと当然のことながら宅建業法と法とと令上のの制限の勉強時間を圧迫すすることになりますよねそうするとどういうことが起こるのか先ほど言いましたそうこの時期までに全範囲終わらないということになるんですよ。 わかりますつまりその民法改正でまあちょっと怖い、ね、気持ちはわかります気持ちはわかりますけれどもでもそこにこだわりすぎてそれで合格を失うことっていうのは実際問題多々あると思っておいてください。よろしいでしょうか これを必要以上にやっぱり、ね、民法改正怖いぞ怖いぞっていうふうに、ね、アナウンスされて、ね、今年は民法改正が山場であるみたいな感じで言われるんですけれども申し訳ございませんが申し訳ございませんが改正してるのは民法だけではないんですよわかります宅建業法も法改正あります法令上の制限も法改正あります検知基準法とかですねはい宅建業法でも法改正ありますし法令上の制限でも法改正があるわけですよね ってするならば、すべてが重要なはずですよね。その、まあ、確かに宅建試験って法改正よく出ます。それはリアルな事実としてはそうなんですよ。リアルな事実としてはそうなんですけど。じゃあ、改正は重要だって言うんだったら、その民法の改正も重要だし、宅建業法の改正も重要だし。法令上の制限の改正だって重要じゃないですか。なのに、ほとんどの人は、その民法の改正ばっかりやるんですよね。おかしな話なんですけど。 はいまあ、おかしな話なんですけどっていろんなところで煽られてるからっていうのもありますけどもね、はいまあ煽られてそれを真に受けてっていうのもあると思うんですけれどもただそこはちょっと冷静に考えてみてくださいそう例年通りの学習のペースを崩すことがどれだけ危険なのかってことなんですそう、ねえー、ですのでここの学習ペースとしてちゃんと4月の下旬、ね、できれば8月ぐらいまでにとりあえず全範囲の勉強を終わらせるそのために ペースを守って勉強していくっていうその習慣はできればつけておいてくださいよろしいでしょうかさあそして話は戻りますけれどもですので、まあ、14問中9問ぐらい取れればいいかなっていう気持ちで考えておいてくださいさあそしてですね皆さんこちらです法令上の制限これが全部で、ね、8問でできます8問中の7問目標で頑張っていただきたいと。 えー、いいう,うに思いますで実際問題先ほど言いましたよね「宅建業法を制する者は宅建試験を制する」っていうのはそれは違うよというお話をしたと思いますけれども実際に法令上の制限ををすすするるが宅検試験を制すると思いますここは確かだと思います。ですので勝負の分かれ目法令上の制限だと思ってください。 でどういうことかと言いますとこれ本当にですね法令上の制限って苦手にしてると全く持って2点3点ぐらいしか取れないというですねそういう状況も結構あるんですよですが得意な人は確実にここ8問中7問ぐらいは取ってきてますなのでここでどれだけ高得点を取れるのかっていうところがまずはもう本当に重要なポイントになっていくというところは是非頭の中に入れておいていただければというふうに思いますはい でそっからここです税価格ですねはいでこの税価格なんですけれどもこれ全部で三問でできますで本当にここが、えー、ね大事になってきます本当にここ大事になってきますこれどういうことですかって言いますと税価格って結構範囲広いんです範囲広くて例えばですねこちらえっ、ー、と税価格に関してはちょっと 内訳を下のところに書いていきますとまず、えー、と地方税で、えー、大体1問国税で1問それから、えー、価格のところで1問なんですが、はい、この3問なんですが実は地方税って不動産取得税と 固定資産税のどちらかから一問なんです。これ両方じゃないんですね。そうこれもうだいたい隔年でね、えー、不動産取得税出たら次の年は固定資産税出てその次の年は不動産取得税出てっていうふうに隔、えー、年で出てくるんですよ。えー、ですのでまあ両方出てくるってことがないということ。 まあだから勉強を2分野勉強してもそのうちの1個しか出てこないってことは確率2分の1一ですよね。でそれ地方税はまだいいんですよ。国税などとなると所得税飲酒税登録免許税 贈与税の中で1問つまり4つ勉強して1個しか出ないんですよ確率4分の1なんですねで価格の部分が、えー、地価工事法それから不動産鑑定評価基準 これもこの2つのうちのどちらかになってきますこの2つののうちのどちどらかつまり2つ勉強してもそのうちの1個しか試験に出ないんですねこの怖怖さががかかかりますか何が怖いか先ほど言いましたよね勉強のペースが崩れるとどういうことになるのかそう人によってはですね えこれどっから勉強し始めるのかっていうのは実は人によるんですよ権利関係から勉強し始めるって方もいます、えー、宅権業法から勉強を始めるって方もいますまあこれは人それぞれですまあレックは大体もう権利関係からやるのがデフォルトになってますけれどもまあこれはあの権利からやる人もいれば業法からやる人もいてただあの税かかかかから勉強を始める人いいのはなかなななななレアんんでですすねねそうすると大体税価格ってどういう勉強のこうペースをやったとしても大体最後に回されるんですよ。 で最後に回されると何が起こるのかというと最後に回されると大抵捨て始わかりますもうこれ勉強しても例えばもう国税なんて4つ勉強してるそのうちの1個じゃないですかやってられないって言い始めるんですよ。特に皆さんもまあ大体イメージつくと思いますけど試験が近づけば近づくほど点数に結びつかない勉強したくないんですよね。 かりますで今の例えばこの4月の時期に「まあ、試験には直接関係ないけどこういうところも勉強しといてくださいね」っていうふうに言えば「ああまあ関係ないけどあとあと役に立つのかなじゃあちょっと勉強しとくか」っていうふうになると思うんですけどこれが直前期になると「出るか出ないかわかんないけどやっといてくださいね」って言ったら「やんないんですよ」いやもう確実に出るところやりたいんでって言い始めてしまうんですね。でそうすると何が起こるのかっていうとまず捨てられやすいんですここ。で これ捨てられやすくてもうこの3問捨てたからいいやっていうふうになってしまうと最初から他の人より3点他で多く取らなきゃいけなくなるわけですよね。たただでさえ勉強が遅遅れれ気味なのに3点遅れたら結構やばいことになると思いませんかっていうことになるわけですよ。最悪なんとかしようと思ってもさっきも言いましたよねそう「確年で出る」みたいな感じで言いましたよね。 確年で出るって言いましたよねそうすると試験が近づくと何かっていうと今年はこっちだろうって勝手に予想をつけてそっちばっかりやるんですよ。わかります確年でってことはだいたい予想がついちゃうじゃないですか今年はこっちかなみたいな感じでそうこれ毎年毎年絶対崩さないならいいですけれどもしかもたまーに崩してくるんですよ。毎回崩してくるわけでもないんですよね。 ね、なのでもしこれでで崩されたたらら変に予想を立てたら終わりですよねなのでこれ私はあのよくですねこの講義の時にあ,のうんあんまり過去どっちが出てたっていう話をあまりしたくないんですここに関してはなんでかっていうとじゃあ去年こっちでしたっていうとじゃあ今年はこっちだろうって言ってそっちばっかりしか勉強したくなる可能性があるんでねでそれでやっぱり当たればいいですよ当たればいいけど外れた時のリスクはでかいんですよ。 そういうことになるのでやっぱりそれを避けておきたいっていうふうになってくるとねえー、あんまりねこのインプットの,その例えばその7月とか8月とかの段階で今年はこっちですっていうふうに言うのはあまりよろしくないかなというふうに思ってますので、まあ、私はあままりそういうういい情報をしゃべらないようにしてますあのもちろんね例えば試験の1週間ぐらい前になって前半のもう勉強してる時間がないと。 えだから出やすいところだけに集中したいよってそういうニーズあると思うんですよねだからその時にあの去年こっちだったから今年は多分こっちだと思うよっていう話をするのはありだと思うんですよだからそこは時期の問題ですよねはいなので少なくともインプットの段階であの過去こっちだったから今年はこっちっていう勉強の仕方はやめた方がいいですで少なくともそこまで追い詰められてるわけではないのであればねこの時期から勉強を始めるというのであれば この時期から勉強を始めるというのであればここら辺はどれが出てもいいように準備をしておいてください。で、するならばそれもそれで結構な勉強時間使いますよね。っていう皆さん考えてみてください。このある意味大事なこの法令上の制限税価格の勉強を直前期に持ってきたら大変なことになるんですよ。 で特にあのこれ今日の後半でもお話ししていきたいと思いますけどもえ今日ののの後半の最初のところらかなえ法令上の制限あの今日これあのガイナンス的な話が終わったらちょっと、えー、宅建業法と法令上の制限と権利関係のちょっと触りのところを全部お話ししておきたいんで,でそこでねあのどういうところっていうのは分かると思うんですけども法令上のの制限って勉強の仕方間違えるると完全に崩壊すすんですよでも試験直前になってくるともう完全に丸暗記丸暗記になっちゃうんですよね。 なので、ちょっとね、ここはやっぱり時間に余裕があるうちに、法令上の制限の勉強に入ってほしい。え、まあ、極端なお話をしますね。極端なお話をしますと、法令上の制限って、逆に言えば、試験に出る勉強をしない方が点数伸びます。ここ、試験に出ますみたいなところばっかり集中して勉強すると、点数伸びないです。 逆に、えー、点数伸ばすっていう勉強とはまた違くてちゃんと理解していこうっていうふうな勉強をしてった方が点数伸びるのでそのためにやっぱりもう直前期になってきて、まあ、こういうイメージをつけてねみたいな話してもいいイメージいいからどう出るのか教えてくださいよとかになっちゃうのでなので早めに入ってもらいたいたそうするとさあ皆さん最初の話戻りますけども権利関係宅建業法の勉強でのらりくらりやってることが 正しいと言えるのだろうかっていう話になってくるわけですよねよろしいでしょうかだから権利関係や宅建業法の勉強ももちろん大事ですもちろん大事なんだけどもそこに集中していって結局前半終わらないという事態を避けていっていただきたいというふうに思いますはいよろしいでしょうかね さあ、それではですね、えー、まあガイダンス的なところはまあ以上のぐらいにいまして、えー、実際にですね、じゃあ、卓研試験、結構、範囲が広いんですよ。で、範囲が広いので、これからどういうことを勉強していけばいいのかっていうところを、まあ、実際の問題とかも含めてですね、えー、見ていきたいというふうに思います。まずはですね、はい、えー、6ページのところですね、卓研学習編ということで、えー、こちらのところから見ていきたいと思います。まずは、卓研業法です。はい 先ほど言ったの覚えてますか先ほど言ったの覚えてますか宅建業法は全部で20問。一番、えー、テキストが薄いのに一番出題量が多いんでしたよね。一番テキストが薄いのに一番出題の量が多い。で、えー、ここの部分に関してはですからあんまり山張れないんですよね。今年は何が出るんじゃないんですよ。もうほぼほぼ全て出るんですよ。で、その中で 今日はちょっと一つの単元をやってみたいというふうに思いますで、えー、本来だったらねあの権利関係や、えー、と法令上の制限はあのその単元の一番最初を持ってきたんですけど宅研業法だけはちょっと一番最初じゃないところを持ってきました、えー、具体的にはどこを持ってきたのかというとですね、えー、具体的には第三コースじゃないや第4コースですね第四コースのところですねはい、えー、まあねこのテキストだと「コース」って言い方してますけれども はい、えー、ね。まあ第4章みたいなものですよ。はい、宅地建物取引士ここを持ってきました、えー、これはなぜかというと、皆さんこれから宅建士になるために宅建の勉強をするわけですよね。当然のことだから、そう宅建士の宅建士になるために宅建の勉強をするのに宅建士って何なのか？っていうのがあの中盤にならないと出てこないっていうですね。はい、それもそれでどうかなって思いますよね。一番最初に学習すべきじゃないですか。か、えー、皆さんこれから何になろうとしているのかってことですからね。 えー、というところですのでまあちょっとこれは一番最初にやっとくべきなんじゃないかと、えー、いうことでますまず宅地建物取引士のなるためには何をすればいいですかっていいますとまずはいこちらです、えー、試験に合格することが必要ですでそのために今皆さん勉強してるわけですからねはいまず試験に合格をしないと、えー、ね宅検士にはなれません。 はい、だかからら皆さんこれから試験勉強をしていきますただ皆様に悲しいお話がありますが何かと言いますと「宅研試験に合格したら自動的に宅研士になれるんですか?」って言ったら「なれません」はい「試験に合格しました」って言ったらこれ宅研士じゃないんです宅研士の合格者になるんですねまだ宅研士じゃないんです、はいえー、ですので宅研試験に合格この段階ではまだ宅研士ではない。 宅建士ではないんです。次のステップがあるんです。で、次のステップに進んでいかなければいけないんです。はい。で、次のステップに進んで、宅建士の今度は登録というものをします。で、登録をしたら、宅建士ですかって言ったら、これもまだ宅建士ではないんです。で、登録が終わると、今度は宅建士証というですね。ものがもらえるんですね。えー、この下に一応参考として、まあ。 絵を描いて絵がありますけれどもこういう宅研師匠というものがありますこの宅研師匠を持っている人間が宅研師ですよろしいでしょうかはい、えー、宅研師匠を持っている人間が宅研師ですですので皆さんはまずええーね、合格しますよねはい ままず合格をします、えー、今年の10月18日に試験を受けて、ね、合格発表は12月の2日ということで、ね、12月の2日皆さんは「はいはい、宅研試の合格者になります」おめでとうございますねはいこの段階では宅研試ではないわけですそうするとですね、えー、この宅研試のですね合格の合格証と一緒にですね「宅研試の登録をしますか?」っていう書類が入ってるんですよねで「えー、宅研試の登録をしますか?えー」登録というステップに続,続いていきます で、えー、登録が終わると登録が終わりましたっていうふうに連絡がきますでそうすると「宅研証交付する場合は、えー、お越しください」みたいな感じで来るわけですでそして宅研証の交付の申請をしますそして宅研証をもらいますそこで初めて宅研師ですよろしいでしょうかでは試験合格からどういうステップを踏んでくるのかって話なんですけれどもさまずですね託研、えー、試験に合格しました はい、っていうとうころですけども、さあ、試験を受けるわけですけれどもさあ、試験、例えばですね、カンニングしてしまいましたとかですね、えー、例えば不正行為を働きました替え、ね、玉受験しちゃいましたとかですね、はい、そうしたら、ね、悪いことをしました不正受験をしましたはい、不正受験をしたらどうなるんですかって言ったら3年以内の期間を定めて受験禁止ということになります。よろししいでしょうか。 3年以内の期間を定めて受験禁止ということになっていきますよろしいでしょうかはいさあこちらちょっとですねこの3年以内という言葉にチェックをお願いします3年以内という言葉にチェックをお願いしますどういうことですかって言いますとはい横の右側のページですね7ページのところに、えー、問題つけておきましたこんな問題が出てるんですさあ皆さん このの問題の1番、はいまあ、答えも×と書いてありますけれどもこれ何が×だか分かりますかちょっと見てみてください、はいえー、都道府県知事は不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対してはその試験を受けることを禁止することができまたその禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる皆さんこの問題×なの分かりますか 何何ががでですか何がですかかそうですねこの数字が違ってますよね2年じゃなくてそうこちら3年ですよねはい3年を上限だということで×とこういう問題が出てるんですよわかりますですのでこういう問題を解けるようにしておかないといけないってことになるわけですねってなるとこれ こんな数字細かいよっていうふうに思うかもしれませんがやっぱりこの数字は出る数字なのでこの3年という数字はしっかり覚えておく必要があるわけなんですねよろしいでしょうかちなみにあの別の問題ではねあのこれが、えー、今回2年出てんでましたけど別の年は5年で出てる場合もありますはい、えー、5年でもない3年ですよねということでこういうところがまず出てきますので押さえておきましょうということになりますはいで、えー、合格すると登録というものをしますが はいしますが、実は誰でも登録できるわけじゃないんです。合格試験に合格、ここはまあ点数がね、えー、一定以上になれば誰でも合格証を手に入れることはできます。ここまでは誰でもできるんです。ですが、ここから先実は試験に合格したはいいけれども、登録できないっていう人がいるんですね。はい、その登録のために必要な条件というのは何でしょうかって言いますとこちらです。2年以上の実務経験というものですね。 はい、でこちらもはい、2年にチェックです。はい、2年以上の実務経験というものが欲しい。 うん、これ要するに、まあ、ちゃんと、ね、2年以上お仕事をしして,ていいるとう実績が欲しいってことですよね2年以上ちゃんと仕事をしているという実績が欲しいということになりますけどもじゃあ2年以上仕事をしていなかったとしたらもうこれ登録できないんですかっていうとそうでもなくてですねはいこれ講習があってですね講習を受講すればこれ2年間の実務経験と同じとして扱われます。 講習を受講すれば2年間の実務経験と同じとして扱われます。で、こちらもチェックをお願いいたします、国土交通大臣の登録を受けた講習、登録実務講習というものですね。はい、この 国土交通大臣の登録を受けた講習これが欲しいということになりますこれを受けるだから2年間の実務経験があればそのまま OK です2年間の実務経験がなければ国土交通大臣の登録を受けた講習これを受ける必要があるということになりますねこれを覚えて何の役に立つんですかっていうとはいこれも横の問題見ていただくのが一番いいでしょうはいえ問題の2番見てくださいね今回ご用意した問題は全て×なんですけどね、はい さあ、えー、問題2番見てください。えー、卓研士資格試験に合格したものでも、3年間以上の実務経験を有しなければ、はい、登録を受けることができない。×でいいですね。何が違いますかそう。3年ではありませんね。3年ではありませんね。はい。2年です。2年間以上の実務経験が欲しいということになっていきます。そして、次です。はい。 え問題の3問目も一緒に見ましょうかいきますえー、宅建士資格試験に合格したもので宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するものまたは都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認めたものははい登録を受けることができる丸か×かってこれも×なんですね。今度は年っていうと。 そう、ここ見てください。国土交通大臣の登録を受けた講習ですよね。つまりそうね。国土交通大臣がオッケーっていう風に言った人ってことになるわけですよ。ですが、この問題だとはい、都道府県知事って書いてありますよね。これがまずいわけですよ。はい、これは都道府県知事ではなくて。 国土交通大臣ということになりますのでやっぱりこの選択肢も×ということになっていきますよろしいでしょうかねはいさあそれでは戻りましてさあ、えー、2年以上の実務経験がありますもしくは、はいえー、登録実務講師を受けましたそうしたら登録ができますということになりますが さあ、えー、今度は登録、これはですね実はこの登録に関しては一生有効です。ははい登録に関しては一生有効です一回登録されたら、えー、もうあの一生、もう登録ずっとされます、あの消されない限りはね、あの悪いことして登録を、ね、消されるっていう処分を受けない限りは、はいずっと登録、一生有効ということになります。 でえー、登録が終わりましたそうしたらば先ほど言いました通り今度は「宅検支障を、はい、必要としますか?」っていうふうに聞かれるわけですよねでこの宅検証を必要とするかどうかっていうところに関しては今度は、はい、ここは都道府県知事が指定する講習これを受ける必要がありますよろしいでしょうか今度はここ都道府県知事なんですよね そう先ほどのここは国土交通大臣今度は都道府県知事ここ違うので気をつけておいてくださいいいですかえー、こっちは知事が指定する講習ですはい知事が指定する講習を受講する、えー、交付の申請前6ヶ月はい交付の申請前6ヶ月以内に行われるものということになっていきますまあこの6ヶ月もチェックですね ただ例外があります、えー、別にあの講習受けなくても別に構いませんよっていうのがあってそれは何かと言いますとまずえ例外の1個目試験合格の日から1年以内に宅研証の交付を受けるものつまり合格から1年以内にここにパーッと行くんだったらここはノンストップで行けちゃうんですよ。はいなのであのまあよく言うのはこう受かったらここまでポンポンとやっちゃった方が楽だよっていうのはここなんですよね。はい ここがあの1年以内だったらノンストップでいけるのでで、えー、これ1年以上ね間が空いているとやっぱりここは受けてくださいこの講習を受けてくださいということになっていきます。はい、であと2番目登録の移転の申請とともに宅検証の交付を受けようとするものこれはあの登録の移転というところを学ばないとまあピンとこないと思いますけれどもね。 はい、だから先ほど言った通りそりここで止まって登録の移転って何だろうっていうよりもああ登録の移転っていうのが必要なのねそういう手続きもあるのねって思って先に進んで登録の移転を学習した後であとでそういえば前にも登録の移転って出てきたなああこれのことかっていうふうに理解した方が早いんですよ。 わかりますかここで止まままっってしまったらまずいわけでですよねここで、えー、じゃあちょっとこれをちゃんとできるようにしてからとかじゃなくてとりあえず先に進んで登録の移転勉強した後で戻ってきていただければあ確かに登録の移転の時も、ね、宅見証の交付っていうのは必要だなその時に戻ってきてもらえばいいということになるわけですよ。はい、でその時にやろうとするんだったらノンストップでいけますよということになっていくんですけれどもさあこれもちょっと問題で見ていきましょういきますよ。 はい、えー、こちら、問いの4番目見てください、いきます、はい、後見知事の登録を受けている A は、後見知事に対して、宅検証の交付を申請することができるが、A の登録および宅検証の有効期間は5年であるというふうにありますよね、これ、ツなのはなんでですかって言ったら、これ、あのー、ここ見てください、実は、託検証の有効期間は5年なんです、これは間違いじゃないんです。 宅建証の有効期間は五年なんですが、先ほどチェック入れました通り。登録は一生有効なんですね。登録は一生有効なんですよ。ということは。いいですか?。ということは。そう、こちらをご覧ください。登録および宅建証の有効期間は五年であるはまずいですよね。そう。宅建証の有効期間が五年なのはいいです。ただし、登録に関しては、こちらは五年じゃないです。 一生有効です。確かにこっちは五年です。あ,あ、こっちは五年ですよ。はい。宅建士証の有効期間は五年ですよ。その間違いじゃないですけど。登録は一生有効ということになります。よろしいでしょうか。さあ。そして、えー、ちょっとまた戻りますけれども、はい。 宅建証交付します。で、5年ごとに更新が必要です。この時もはい、都道府県知事がはい、指定する講習を受講します。ここも都道府県知事なんですね。なので、国土交通大臣は最初のここの,の登録実務講習のところだけ、その後の講習は知事ってことになりますね。はい、さあ、そしてこちら問題の5番目ご覧ください。はい、問題5を見ていきます。行きます。 平権知事から宅検証の交付を受けている宅検師が、えー、宅検証の有効期間の更新を受けようとするときは、平権知事に申請し、その申請前6ヶ月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習ではないですよね。はい。誰が指定する講習でしたっけそう。都道府県知事ですよね。オッケー。都道府県知事が、 都道府県知事が指定する講習を受けなければならないということになっていきますよろしいでしょうかはいだからまあこれ問題1から問題5までありますけども全部罰ってことですよね全部罰ってことですよねさあ皆さんご覧くださいえー、こちらなんですけれどもたった1ページ分の内容ですよねこれ いいですか。で、えっ、ー、とこの宅建業法編だけでもですね、テキストはえっ、ー、と120何ページかあるわけですよ。で、そのうちのえっ、ー、と今回、えー、このね、えー、宅建士合格の取説の26ページの部分をここを一部切り取ってきました。はい、一部切り取ってきました。ここだけでここだけでこんなに問題のバリエーションがあるんですよ。こんなに問題のバリエーションがあるんです。よろしいでしょうか。 もちろんこれはワンテーマを持ってきただけですから当然のことながらこれがまあ120ページ分あるってことはまあそれだけの量があるわけじゃないですか。でそれだけの量があるものをやっていかなければいけなくてそして先ほどガイダンスのところでしゃべったのを覚えてますか宅建業法は点点中18点が目標ですよねよろしいでしょうか 二十点中十八点が目標ですよね。そう、ということは、今の五問ぐらいのレベルを落とすわけにはいかないということなんです。で、実際に、あの、これ、二十点中十八点目標というと、ちょっと、これ、もうちょっと細かくお話をしていきます。えー、これ、どういうことかというと、あの、最近の宅建試験を見ますと。あの、宅建業法で、これはどう考えても取れないでしょ無理でしょって問題が、まあ、大体一問出てくるのは事実です。 はいえー、これは取れないだろう無理だろうっていうものが1問は出てきますこれはもうあのほぼ毎年そんな感じですはい、えー、ですのでその1問はもう落としてもしょうがないですあとはケアレスミスはありますよね人間ですからはい1問ケアレスミスしたとしましょうよね落としますと落とせるのはこの2問なんですよわかりますつまり もう、あのー、実際問題これはきついだろうって問題が1問はやっぱり出るそれは落とさざるを得ないでしょうそれから、ね、ケアレスミス人間ですからしますよ、はい、それで1問落とす、ねえー、それもしょうがないでしょうそこで打ち止めなんです。ということはごめんなさいちょっと厳しい言い方をしますけれどもちょっと厳しい言い方をしますけれども実はここ5問先ほどこうやって、えー、載せましたよね。 この5問が丸伐判定できないレベルであれば残念ながらこの5問は全部基本問題です実は残念ながら合格証を手に入れることは無理だと思いますっていうぐらいの実はこれ5問とも基本問題なんですねはいえこれを1問でも落とされるとおそらく18点の通過は難しいです でそして先ほど言いました通り不合格でも16点ぐらい取ってる人が結構いるわけですよ。でこれがやっぱり15点14点っていうふうになってくるとなかなか合格厳しくなってくるさあ皆さん考えてみてくださいたった1テーマでたった1ページでこれだけですたった1ページでこんだけの問題が作れるんですこれを100何ページ分あるわけですよね 皆さん勉強時間どのぐらいいると思いますかそうこれつけ焼き場でやってね短期間でちゃちゃちゃっと仕上げられると思いますか難しいですよねなかなか無理ですよねでもでもこれをね18点のレベルに仕上げても18点のレベルに仕上げたとしても宅建試験は全部で50問で問す半分にも満たないんですわかりました そのペース配分の難しさってのがだからこれも宅建業法でちゃんと点数取れるようになってから法令上の制限の勉強しようっていう風にやってくると本当に結構厳しいですなので合格を逃す人って意外とこれって本当にペース配分ミスなんですよわかりませ、ええ、これで例えばここまで対応できるようにしとかなければいけないのにもかかわらず例えばもう権利関係の勉強にガーッと集中しちゃって えー、残された時間が1か月の中で業法やって制限やって税価格やってはもう結構厳しいですそれはさすがに、はいえー。ということなんでこれの勉強にも早めにやっておかなければいけないしでしかも人間ってやっぱり忘却の生物じゃないですかですのでやっていってもどん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 忘れていくっていうところが結構ありますだから問題も解き続けていかなければいけないんですでそういうふうにまあ全体の計画を立てた上でこうやってペース配分を保てるかどうか。 というところが大事になってきますでちなみにこれ、えー、第4章の内容から持ってきましたって言いましたけれどもこの第4章の内容でも、えー、結構これ、えー、例えばですね はい、えー、今これ第四コース宅地建物取引先言いましたけれども、ここの二十六ページですけれども、ね。二十六ページの内容から持ってきましたけれども、当然その後二十七ページがあります。えー、ね、まあ宅建士じゃなければできないこと、じゃ、実際宅建士になりました。どういうお仕事ができますかとかですね。えー、それから、ね、登録の時にも、先ほど飛ばしましたけれども、実は登録の時にも。結核治癒っていうのがあって、えー、ね、こういう人にはちょっとごめんなさい、申し訳ないけれども、二年間の実務経験があって。 でねえー、登録実務交渉を受けたとしても、えー、ちょっとね、あの脱検しすることはできないので登録できませんっていうのがあったりとかであとは、えーねまあ、登録をしましたって言ったときにその登録したものが変更された場合にはどうなっていくんですかとかですね結構、本当にこのの先もも結構厄介なものが続いていてくわけですでそ,れももうそれも合わせて基本問題なんですよ。 でですので今ちょっとこうやってね6ページ7ページのところでさらっと見せたものはこれは毎年出るとは限らないわけですからここの部分で正解を出してなおかつ他の分野でもちゃんと正解を出せるぐらいの勉強これが必要というふうになってくるわけなんですね。ささあそして皆さん ちょっとここでまた勉強の仕方の話に移りたいんですけれども今こうやって私こういう感じでチェック入れましたよねここね3年以内2年ですえ国土交通大臣と知事ここの違いに気をつけてくださいねとかえいうお話をしましたでこうやって講座とかに通ってるのであれば我々がこの情報は全て提示しますでんでですかって言ったら我々はえこの問題を全部見てますからどういう引っかけで来るのかっていうものを熟知してます なのでここをこういうふうに覚えておくとこういう引っ掛け問題には対応できますよというところをその情報をお伝えするのが我々の仕事ですだから例えばもしこれを独学を選んだというのであれば何を覚えればいいのかっていうのは必ず問題と付き合わせないとまずいってことなんですよわかります これ講義を聞いていただければここがこういう出方するから気をつけてねとかね今言いましたよねここ3年での重要ですよとかですね、うん、はいえー言いましたけれどもねえこれがどういう形で出てくるのかっていうところを問題とともに見ていくそしてえ講義を受けるというのであればそれを我々が全部提示しますがその提示したものを確かめるっていう仕事も必要になります。はい なので、これもあの勉強の仕方として覚えておいていただきたいのは、必ず問題演習と並行して勉強してください。よろしいでしょうか？問題演習とこのインプットって並行して勉強していかないときついんですね。で、皆さんは結構これ？あの？ ななかなか誤解してる人もいると思うんですけれども問題演習って全部覚えた後にやるんでしょっていう誤解結構あるんですけれども違います覚覚ええるるために問題演習するんです問題題演演習習すすすんんででを通して覚えていくんですよ逆に言えば覚えた後の問題演習だったらほぼほぼそれを逆に学ぶことほとんどないんじゃないですかっていうぐらいです。でですので問題演習と並行していく だからあのこの週1のカリキュラムでも、えー、実はですねあのこれインプットの講座と並行して過去問セレクト300という講座がですね同時に走りますでこれなんであのインプットの講座とアウトプットの講座が同時に走るのかっていうと当然のことながらそのアウトプットをしながら勉強していってもらいたいからですはいアウトプットはインプットが終わった後じゃないです同時ですこれは本当に忘れないでおいてくださいあのこれね実際問題 あの実はこれ例えばね例えばの話ですよ例えばこういうなんかテキストがあったとするじゃないですかテキストのところ重要なところにこうやってチェックペンとか入れてあの赤シートとかかぶせたとするじゃないですかそうやって覚える人と問題演習で覚える人とあの暗記の効率だいいぶ違いますこれはもうあの両方やってる人であればもう大体あのもう口を揃えて言えることだと思いますですのでほんとにあの赤シートでこうやって覚えてるって意外と覚えないんですよこれ。 はい、あの確認にはいいと思うんですけどねあの覚えてるものを確認するときにはあのちゃっちゃちゃっと問題解くより簡単に確認できるので確認するにはいいと思うんですけども実際問題あの暗記に使えるかっつったらなかなか使いにくいっていうのが実情だと思います。 と、はい、いう感じで、えーまあ、ちょっとね、他県業法、えー、こんな感じで、ね、勉強していく分野なのかなというところをご理解いただいた上でえで、ー、それではですね、はいえー、今度はちょっとです、ね、休憩を取って、休憩のあとは、法令上の制限と権利関係、えー、こちらをどうやって勉強していけばいいのかというところについて、お話をしていきたいと思いますすそれではでは、ねえー、ちょっとと休休憩憩を挟みたいと思い思ます一旦休憩です。 さて、それでは、えー、後半の方を始めていきたいと思います。えー、後半は、えー、法令上の制限のお話、それからですね、えー、権利関係のお話、えー、こちらの方を扱っていきたいと思います。でですね、まあ、先ほど宅建業法をやりました。で、宅建業法っていうのは、まあ、宅建業をやるための、えー、宅建業の法律と、えー、いうことで、まあ、イメージはつくと思いますし、まあ、 権利関係も、ね、先ほど、えー、民法が10問ぐらい出ますよって言ったらまあ大体あ民法なんだなっていうところでこういうもんなんだろうなっていうイメージはつくと思うんですけれどもまあそもそもまあ先ほどねあの法令上の制限がそのね合否の分かれ目ですよみたいな話はしたと思うんですけどそもそもその法令上の制限って何ですかっていうところがわ、えー、からないと、まあ、話も、ね、始まっていかないと思いますのでまずそこのお話からしていきたいんですけれども例えば。 ペンがあったとしますよねでこのペンって、えー、誰のものかってったらこれ私のものなんですよ、えー、このペンは私のものですのでこれ私のものである以上どう使うか私の自由だと思いませんそれはねあの物書くのに使ってもなんか書類を止めるのに使ってもそれこそね、えー、まあなんか、えー、ねな雑か何か,か使っても使わないか、えー、まあ何に使っても自由って言えば自由ですよね私のものですから そう自分のものである以上どう使っても自由じゃないですかっていうのがまあ一応基本的な考え方になりますよねですが土地や建物の場合そうもいかない場合があるんですよね例えば土地で考えてみましょうよはいじゃ例えば皆さんの家の隣が空き地だったとします皆さんの家のお隣が空き地でですねその空き地を私が買ったとしますでその空き地を私が買ったらですねそれはも,もう私の土地ですよね 私の土地なのでどう使うか私の自由じゃないですかって言って例えば、えー、皆さんの都内の空き地に私がですね石油化学コンビナートとか作り始めたらどう思います、えー、煙もく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 出してですよ、えー、やめてよって思いませんそう、えー、やめてもらいたいですよねそんなもん作ってほしくないですよねでもそう私からすれば私の土地なんだからどう使うか私の自由じゃんっていうふうに言えちゃいますよね普通だったらそう。 でもそれはやってほしくないわけですよってことは何かの法律でそうね、それはやっちゃダメだよっていうふうに決めとくしかないと思いませんかそう、それが法令上の制限なんですよあなたのものだからどう使ってもいいって言いたいのは山々でしょうけれどもでも例えば土地に関してはどうやってその土地を使うのかっていうのはあらかじめ決めてあるからそれと違う使い方はしないでくださいねとか そういったものを、えーね、学んでいくのが法令上の制限なんだとまずこういうイメージは持っといてくださいよろしいでしょうかでその法令上の制限の中で一番まあコアになるね、えー、中心になってくるのが、えー、今回、えー、ちょっと扱っていこうかなっていう,都市計画法というこういういものになります、ね、この都市計画法というものなんですけれどもまず。 この都市計画法、まあちづくりのための法律っていうそういうイメージを持っておいて頂いければいいと思うんですけどもで実はこの法、えー、ごめんなさい都市計画法だけでもまあ2問出るんですよ毎年。で毎年2問出るんですが実はこの都市計画法って2問出るから大事でですすよよってだけじゃないんですよ実はこの都市計画法の理解ができないと他の法令上の制限の勉強も使えちゃうんですね。 なのでそういう意味で結構重要な、えー、単元になります。で、この法令上の制限のちょっと一番最初のところを通して、まあ、どうやって勉強していけばいいのかなっていうところを見ていきたいわけなんですけれども、まず町づくりのための法律っていう話をしましたよね。まずどこで町を作っていくのかって話なんですよ。そう、日本全国一気に町を作りますってわけにはいかないんですね。なんでですかって言ったら、町を作るっていうのは例えば道路を整備しなければいけませんよね。 それからね電気とか水道とか通さなければいけませんよねそう一言で言うとお金がかかるんですよ町づくりには町を作るにはお金がかかるのでこれはもう全部でやりましょうってわけにはいかないわけですだからある程度エリアを決めてここでやりましょうってていいう風に決めていくんですでここでやりましょうここで町づくりをしていきますよっていう場所のことを都市計画区域というふうに言います。いいでしょうか だから一番最初のこの括弧一番都市計画区域とはとありますよねはいこちらなんですけどもまずどこで町づくりをするかを決めるでその町づくりをすると決められた場所のことを都市計画区域というふうに言いますでこの都市計画法という法律は原則としてこの都市計画区域の中でのみ適用されるというのが基本的な考え方ですよろしいでしょうか 町づくりををすする場所を決めますその場所のことを都市計画区域というふうに言います。でこの都市計画区域なんですけれどもはい1つの都道府県に指定するんだったら都道府県が指定しますで2つ以上の都府県にわたって指定するんだったら国土交通大臣が指定します。でですね次です都市計画区域はこちらです。県境境とか市町村の境 こういったものの行政区画とは関係なく定めることができます、えー、ですので例えばこの下に書いてある通りここに A 権がありますここに B 権がありますここに C 権がありますここに D 権がありますと言ってその真ん中にダーンと都市計画区域っていう風に指定することもできるんですねはいこ。県境とか完全に無視してますよね県境無視していいんですかはい別に構いませんいいでしょうか、えー、こういう設定の仕方もできます だから例えばここに設定するっていうこともできますしまあこ,うこういう都市計画区域を作ることもできるわけですよねよろしいでしょうかでこれ上のところを見てもらえば分かる通り一つの都道府県に指定するのであれば都道府県が指定するわけですからここの都市計画区域を A 県が指定すればいいんですよろしいでしょうか A 県の中だけで終わってますからねこれはそれに対してこれは A 県と B 県と C 県と D 県にまたがってますよね だからこれはっていったらこれ国土交通大臣が指定していくということになっていきます、はいえー、ですので、えー、誰が指定するのかっていうのは違いますけれどもまあ市町村の境とか都道府県の境とかそんなものは無視して OK ですということになっていきますよろしいでしょうかでまずそこで場所をね、えー、ここでやりますというふうに指定していくわけですよでは、えー、ちょっと次の次のページに問題があるので見てみましょうかこれもはい えー11ページですねはい問題6というところですさあ、えー、問題6番11ページのところをご覧ください、まあ、こんな感じで出てきます、えー、都道府県が都市計画区域を指定する場合には一体の都市として総合的に整備し開発しおよび保全する必要がある区域を市町村の行政区画に沿って指定しなければならない×罰でいいですよねなんでですかって言ったらこちらはい行政区画に沿ってという必要がないからです いいですか行政区画に沿う必要は特にない、はい、さあ先ほどの8ページのところ戻ってみてくださいこちらですよね、えー、県境や市町村の境などの行政区画とは関係なく定めることができるのでよろしいでしょうか行政区画とかも一切無視して大丈夫です、はい、というふうな、まあ、まずは出方をしていきますよっていうそういうお話ですここまでよろしいでしょうか、はい、さあそしてですね 8ページ戻っていただきますとじゃあ都市計画区域っていうふうにここでまちづくりしますって決めたとするじゃないですかでここでまちづくりしますっていうふうに決めたらば次2番目区域区分っていうところですはい次に市街化区域というものと市街化調整区域というものに線引きをしていきます2つに分けるんですケー、OK。2つに分けていきます はい、えー、市街化区域と市街化調整区域というふうに分けていきますでこれイメージの図で見ていただければ分かると思うんですけど市街化区域ってなんかこうね建物とかいっぱい建ってるじゃないですかまずイメージ持っといてください市街化区域って何ですかって言ったらもう建物をガンガン建てる場所ケー、OK、市街化区域っていうふうに言ったらば建物をガンガン建てる場所このイメージ持っといてください それに対して、市街化調整区域というふうに出てきたら、これは自然をそのまま残すとこ、OK、自然をそのまま残すとこ、こういうイメージ持っておいてください。だから、市街化区域っていったら、もう建物を、もうガンガン建てるところ。 それから市街化調整区域というふうに言ったらば自然をそのまま残す場所というイメージだと思っておいてください。といていください。いいでしょうか。えー、市街化区域と出てきたら建物がんがん建てる場所、OK、それに対して市街化調整区域って出てきたら自然をそのまま残す場所です。 でこの市街化調整区域って本当に自然を残そうとするイメージがありますのであの基本的に建物建てられないっていうイメージを持っといたほうがいいです、はいえー、市街化調整区域は基本的には建物建てられないぐらいのイメージを持っておくといいと思いますあのだから例えば土地を買いましたっていったときに この市街化調整区域の土地買ったとすするじゃないですか市街化調整区域の土地を買ったとしてもおそらく建物を建てられない場合の方が多いですなので市街化調整区域の土地ってめちゃくちゃ安いですはいだから何も知らないで例えばね市街化調整区域の土地を買ったとするじゃないですかえ何に使うって話になるんですよ買った後でえ結構これその後の使用用途困るかもしれないですよねあのー、土地を買ったはいいけれど建物を建てようにも許可が下りない はい、建物いで大体何でかっていったら例えばそこを駐車場としてなんか貸し出しをするって言っても市街化調整区域にわざわざ車で来て何をしに来るんですかって話になるだろうから、まあ、車を止めに来る人もあんまりいないだろうから駐車場のビジネスにも使えない。っ、え、て、ええー、するとまあおそらく家庭菜園ぐらいかなっていうふうになってくると思います。 はい、あのー、まあ、もし機会があったらちょっとあの調べてみるといいと思いますけども、あの市街化調整区域の土地って本当に安いです。ね、安いんですけれども買った後まああんまり使い道はないかなという感じになります。なので市街化区域だったら建物をガンガン建てる場所ですから、市街化区域の土地を買いましたってもう建物をガンガン建てていきましょうぐらいの気持ちですので、まあ、建物を建てることが前提です。だからまあねあの使用用途とかもやっぱり多いので。 ね、値段も高くくなってくると、はい、だからまあ市街化区域は結構土地の値段が高くて市街化調整区域は土地の値段は結構安めですねそういう意味でははい、えー、だから例えばあの市街化調整区域の、えっとね、家を買ったとするじゃないですかあの建て替えの時に困るでしょうねはいあの建て替えをする時に例えば今い家買いましたと家買ったはいいんだけどもじゃあそこに住んでたとするわけででよねでしばららく住んでたらまあ建て替えになるわけですよね え一回壊してまた建てるって言った時に、そう建物建てちゃダメだよってなってくると次建てられなくなっちゃうんですよね。あそういう問題も生じるわけですよね。えじゃあなんで市街化調整区域に家建ってるのって言ったら多分家が建った後で市街化調整区域になったとかね。まあ、あとは特例特例で活かしてそれでね建てられるようになったとかね。まあそういう事情はあるんでしょうけれどもね。 ん、はい、か建て替えをする時市街化調整区域の家を買うと例えば建て替えをする時にまあ、うん、ちょっといろいろ不都合が出たりするんじゃないかな、えー、ぐらいのイメージを持っておいてください。でですね、あのー、先ほどもちょろっとしゃべったんですけどもこういうイメージまあほにちょっと極端なぐらいでいいです、はい、極端なぐらいのイメージを持って勉強しておくとここの法令上の制限は理解しやすくなります。よろしいでしょうか なので、まあ、今ぐらいのちょっとねあのオーバーぐらいのイメージを持っておくと本当にあに勉強はしやすいですねただまあ当たり前の話ですけど市街化区域って建物をガンガン建てる場所市街化調整区域って自然をそのまま残す場所こんなもん出ません普通に考えてえええでってえこんなざっくりしたイメージで出るわけないじゃないですかじゃあ試験にはどうやって出るんですかって話なんですよ じゃあこの市外化区域と市外化調整区域ってどういう形で試験に出るんですかっていうとこんな感じで試験に出ます。９ページです。はい、えー、９ページのところを見ていきますと、なお市外化区域と市外化調整区域は言葉の定義も出題されるので次のような形でまとめておきましょうとあります。はい、市外化区域って何ですか。すでに市街地を形成している区域もしくはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市外化を図るべき区域。うん、なるほど。 はい、そして、えー、市街化調整区域は、うん、市街化を抑制すべき区域、うん、これがあの試験に出る出る方ですでちょっと後ろの問題にはちょっと入れ忘れたんですけどもこの定義の問題とかも出てきますこの定義の問題とかも出てくるんですけれどもさあ皆さん考えてみてくださいこの言葉をご覧ください市街化区域はすでに市街地を形成している区域おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域という言葉を見てイメージ湧きますか こいいつ何言っっててんだってしか思わないですよ、ね、まあ市街化調整区域と市街化を抑制すべき区域はまあまあまあまなんとなくわかるかもしれないですけどねまだなんとなくわかるかもしれないですけどわかんないですよねこれ見てもそうつまり法令上の制限ってこういう言葉がいっぱい出てくるのでイメージわかないとなんだかよくわけのわかんない記号を大量に覚えることになっちゃうのよわかりますこれがまず苦痛になっちゃうんですよね ここがまず一つのポイントです。いいですか。ここがまず一つのポイントです。だからオーバーぐらいのイメージをまずはちゃんと持っておくことが大事なんです。そのイメージを持っておかないと、そう勉強した時に市外科区域ワーって言った時に何も思いつかないってことになるので、市外科調整区域っていう風に言っても何も思いつかないってことになるわけですよ。 なので言葉ののイメージといいいいうものを必ず学んでいかななけければいけないそしてこれは前半の時にも言いましたけれどもこの勉強ができるのは直前期は無理なんですよ。なんでっていやそんなそんなイメージいいから試験に出る出方を教えてくださいよって言いがちだからです。わかりますえだってこの建物ガンガン建てる場所って覚えても一点にもならないですもんそういう意味では。なのでそう直前期になってくると ね、得点に直結しない勉強をしたくなくなってくるっていうだいたいイメージ分かりましたただし,ただしこれもまた真実なでで覚えてておいていいたただきたいんです何かと言いますといいですかこれは私は講義中にこれからねあの来週から本講義始まってきますけども本講義の中でも何,も何度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 も言い続けることですのでこれはちょっと覚えておいていただきたいんですけれども暗記と理解のバランスが大事なんです。 何かと言いますと今のこうイメージを理解すればイメージを学べば理解できますよねでもさっき言ったの覚えてますかそう問題の出方はこれなんですってつまりこの定義ちゃんと覚えておかないと点にならないんですってわかりますこの2つの学習が必要なんですで法令上の制限は勝負の科目っていう風に前半言いましたよね これ何でかっていうともうあのこれはもう、うん、言っちゃいますね本当に世の中の受験生ほとんど全てどっちかに偏りますほとんど全てどちらかに偏りますだからダメになってくるんです何か多く独学の人は暗記に偏りますそのイメージとかってそんなね時間の無駄と ね、試験に出る出方はだってこうやって試験に出るんでしょだったらこのフレーズを覚えておけばいいじゃんっていうふうにやっちゃうんですわかりますだから意味のわからない記号を覚えるっていうことになってしまってそうなかなか法令上の制限が理解できないってことになるわけですなので点数が伸びないですそう、えー、独学のままいうそしてここも注意点ですスクールに通ってる方は 理解に偏りがちなんですよそれは何かというとまあ我々にも責任の一端はあるっちゃあるんですけど我々がですねそう暗記を軽視するようなことを言っちゃうんですよね。丸暗記学習はダメですよとかね。そう確かにダメでしょ暗記に偏る勉強は駄ですよ。ただしいいですか丸暗記なんてダメだよねちゃんと理解しないとダメだよねって。で、ね、一見最もそうなことを言ってるんですけども点は取れないんですよこれ。 分かった気になっちゃうだけなんです。で、スクールに通っていても落ちてしまう人の大半がこれ。そう。で、しかも、しかもこれタちの悪いことに理解の勉強をしている人たちは自分たちがそう優れた勉強をしていると錯覚するんですよ。だからね、えもう暗記の勉強をしているなんてレベル低いよねとか言い始めるんですよ。これは危険です。で。 これはね、あの実は私じあの実際大学受験の時に悟りました。え、それは何かというと、やっぱりね、あのまあ私大学受験の時に予備校に通っていて、でやっぱりそこの予備校の先生もね、やっぱりね、あのい理解ですよねって。ああ、丸暗記なんかダメですよね。そう、脳内変換が始まるんですよ。丸暗記はダメって講師は言ってるのに、それを受講生の側が勝手にね、暗記はダメに変えちゃうんです。 暗記している人間は低レベルな人間だみたいなね。はい。実際問題、私はえっと大学受験で失敗してるんですけども、失敗の原因の一つは実はそれだったと思ってます。だから暗記から逃げないってめちゃくちゃ大事です。よろしいでしょうか。だからこの理解と暗記のバランスが保てるかどうかなんですよ。バランスを書いてしまってはダメです。もちろん。だから暗記に偏ってもそれはそれでダメです。 でも理解に偏るのもやっぱりダメなんですよ。そう、ここの暗記からは絶対に逃げないでください。それが法令上の制限の高得点で安定させるコツなんです。よろしいでしょうか。でもまたね、あの法令上の制限はね、まあ結構先の方になります、講義は。だからまた法令上の制限の講義の時にも言いますけども、実はこれって法令上の制限だけじゃないです。権利関係とかも一緒なんですよ。 で先ほど前半のところで宅球業法をやった時に分かると思うんですけど宅球業法はまあ結構暗記メインでも突っ込んでいけるんですよ、はい、実は暗記と理解のバランスが崩れて暗記に偏っていたとしてもある程度点数取れるのねえだってまあさっき前半のね後半のところ聞いていただければ分かるでしょうこういう出方がある出方がある出方があるって感じじゃないですかそういう意味ではだから業法に関しては若干暗記に偏ったとしても点は取れますだけども 権利と法令、特に法令上の制限は暗記と理解のバランスが崩れ去ると一気に得点は不安定になりますそこはしっかりと押さえておいてくださいよろしいでしょうかねはいまあこういうところですね、はい、見ておいていただければというふうに思いますで市街化区域と市街化調整区域に分けられますそして次ですその下見てくださいこの線引きは そうつまり、えー、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることですねこの市街化区域と市街化調整区域に分けることを、まあ、線引き、えー、区域区分というふうに言ったりしますけれどもこれは必ずしなければならないというものではないここを押さえておいてください必ずしなければならないというものではないということなんですそう線引きをしないこともありますこの線引きは すするるこことともできるってことできつまり都市計画区域を2つに割るそして市街化区域と市街化調整区域に分けることもできるってことですだから分けたくないなら分けなくていいです OK 分けたくないなら分けなくていいですではいじゃあ分けなかったらどうなるんですかって言ったら分けなかったらはいこちら都市計画区域には指定してるから線引きをしていない場所分けてない場所を 区域区分が定められていない都市計画区域というふうに言いますけれどもこれが正式名称です正式名称が区域区分が定められていない都市計画区域っていうんですけども名前が長いのでまあ通称で大抵非線引き区域というふうに呼んでますよろしいでしょうかはい非線引き区域というふうに呼んでますさあそうしますとそうしますとちょっと上のところに書いていきますと 都市計画区域って大きく分けると三つに分けることができますよね都市計画区域ははい都市計画区域というのは三つありますとまずは市街化区域それから市街化調整区域 それから通称で書いちゃいますけども非線引引区域ですね。はい、市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域この3種類に分けるってことになりますよね。いいでしょうか。市街化区域と市街化調整区域つまり線引きをしたんだったらこの2つに分けられる。 線引きをしてないのであればそれは非線引き区域ということになりますからねはい都市計画区域っていう風になったらまあこの3種類があるということになっていきますここまでいいでしょうかさあそれではですねこれをちょっとじゃあ踏まえた上で問題見てみましょうかいきましょうはい問題の7番です11ページ見ていきますはい、えー、問題7ご覧ください えー、都市計画区域については無秩序な市街化を防止計画的な市街化を図るため市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならないはい罰でいいですよね罰でいいですよねそう、えー、区分をすることもできるわけですからねいいですかえー、もう必ず定めなければならないというふうになったらそも非線引き区域なんて存在しないってことになっちゃいますからね絶対に分けなきゃいけないってなっちゃったら。 そう区域区分で分ければ、えーね、市街化区域と市街化調整区域になります分けなければ、はい、非線引き区域になりますそういうことですから必ず分けなければならないとあったらツですよねよろしいでしょうか必ず分けなければならないと言われたら×はい、えー、線引きは必ずしなければならないというわけではないというところを押さえておいてくださいということになります。ここまででよろしいでしいょうか では次にえ9ページの,その下のところですね準都市計画区域というところのお話ですさあ準都市計画区域というのは何でしょうかっていうことなんですけれどもはいまずですねちょっとこの図で見ていただきたいんですけれどもまあ都市計画区域に指定したらば都市計画区域に指定したらばまちづくり頑張ろうとするところですからまあ道路整備しますよね はい、でもう、えー、駅とかもね整備しちゃったりなんかしてね、えー、ここに駅があればね人がこうやって乗り降りするわけですから便利な街ができるわけじゃないですか、えー、なので、はい、道路整備して駅整備してっていう形で街づくりを頑張って進めておりますとねで頑張って進めてるんですけれども例えば高速道路のインターチェンジあたりをちょっと考えてみてほしいんですで。高速道路のインンターチェンジこれってだいいた 町とちょっと離れたところにあることが多いですよね。はい、えー、ちょっとね町の中心からは離れたところに高速道路のインターチェンジがありますと。 えいうふうになっていくので大体この高速道路のインターチェンジって都市計画区域の外なんですよえ都市計画区域には入ってない場所ということになるわけなんですけれどもさあここ都市計画区域に入ってないということはえ先ほども言いました通り都市計画法って都市計画区域の中だけで制定されあのね適用されますよね都市計画区域の中だけで適用されるということはここの高速道路のインターチェンジこのままだとはい都市計画法とかは適用されないことになりますよね。 そうすると何が起こるのかそうすると何が起こるんでしょうかってことなんですそうそうするとさっきも言った通りねえ、自分の土地なんだからどう使おうが自分の勝手じゃないかっていう言い訳が通る可能性が出てくるってことですよねさあこのまま放っておくとどういうことが起こるでしょうかって話なんですで、このまま放っておくとまあある施設ができるとちょっといろいろまずいことが起こり始めるんですよ それは何かと言いますとショッピングモールです大きな、はい、大きなショッピングモールが例えば高速道路に立ち入り近くにバーンとできたりするじゃないですかそうすると何何がが生じるか何が起こるかかかりますかここに大きなショッピングモールがダーンと立つと,もうちょっと考えてみてくださいさっきも言った通り都市計画区域じゃないわけですよねここって。ってことはそう町づくりをしてない場所ですよね。ってことは当然のことながら土地の値段は安いんですよ。 ってことは広大な土地を買えますよね広大な土地をバーンと買ってそしてね大きな駐車場をつけてそして大きな建物を建ててそしてショッピングモールを建てたとするじゃないですかそうすると何が起こるかかかりますかそうこの近くに人が住み始める可能性があるんですよ。何がって言ったらさっきも言った通り土地の値段安いですよね。 土地の値段も安いでもこんなところに住んだら不便だから誰も住まないから、ね、ここに住みたがらないのでみんな便利な方に住みたがるじゃないですかでもねショッピングモールでできちゃったんですよそうするとあれ なんかこんな高いところに暮らすよりもね地下の高いところに暮らすよりもここに家建てれば広い家作れてでしかも買い物なんかもね車あればショッピングモールそっとすぐに行けるし車があればインターチェンジで高速道路でどこでも行けるし大体いいインターチェンジとね駅なんてね大きな国道でつながってる場合が多いからあれ車さえ持ってればこっちに住むよりこっちに住んだ方がいい生活できるんじゃないのって考え始めるわけですよね。 それがもしみんながそう考えたらどうなると思いますか?。みんながそう考えたら、みんなこっちの方に住み始めますよね。そうしたら、いいですかここをまちづくりしたいと思って。都市計画区域です。まちづくり頑張るぞっていうふうにやったのに。誰もこっちに見向きをしなくなって。みんなこっちに住み始めたら。駅までシャッター通りとかになりかねないですよね。わかります?。そう。 ここにショッピングモールができたことからいろいろなことが始まってますよね。ということでそういうのをちょっと封じ込めないと大変なことになりますよね。でもさっきも言った通り私の土地をどう使おうが私の自由でしょって言われたらもう何も手出しができない。じゃあここ都市計画区域にしちゃうとどうなりますここを都市計画区域にしちちゃゃゃううと街づくりりすすする場所っっていい宣言になっちゃいままよねわかりますじゃあ 都市計画区域じゃない。街づくりするつもりはない。でも、都市計画法を適用させたいと。ね。押さえつけるだけはやりたいと。え、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメっていう、そこだけは法律適用させたいと。そういう場所が欲しいなってなってきたんですよ。そういう場所のことを、準都市計画区域というふうに言ったりします。いいでしょうか ということはまず押さえておいていただきたいのは何かというとこの準都市計画区域といいますのはまちづくりをすすする気はないとい,うことですいいいととうこででか今のイメージの通りですよね。OK。今のイメージから分かるのはまちづくりりをすするつもりがないってことないとこんですよ、OK、でそのまちづくりをするつもりはないってことはどういうことかっていうとそうね開発とかそういったものとは無縁だってことなんです。 よろししいでしょうかなのでねこの準都市計画区域のイメージがちゃんとできていると何が分かるのかっていうと例えばですね最近よく出てくる問題が準都市計画区域でこれこれをやることはできますかできませんか制定することできますかできませんかって問題が結構流行ってるんですね。準、はい、都市計画区域でででここれこれは、えー、大丈夫すすかかアウトですかみたいな問題が出てきてでこれがですねまあ最近結構流行ってるんですよ。 でそうするとね順、あのー、都市計画区域で、えー、できるもの一覧できないもの一覧という一覧にしてそれを覚え始めようって人がいるんですよ。でもそんなな必要はないです、はい、でそれをやってくると何が起こるのかっていうと、えー、まあ,あの出題者は純都市計画区域についての細かいそれが制定できるかできないかの知識が欲しいんじゃなくて準都市計画区域ってどういうものなのかっていうところをちゃんと把握してるかどうかを知りたいわけですよね。 なのに例えばそれをね,ねさっきも言った通り全部暗記っていうふうにやってしまうとそれは向こうが望んでる勉強じゃないので何をするのかっていうとそうすると何が起こるのかっていうと大体都市計画法ってそう勉強の仕方ミスってしまうと大体い,い,いつも言うこと,と一緒なんですよ何かいたちごっこに見えるってそう都市計画法の勉強がいたちごっこに見えたとしたらそれは勉強の仕方多分間違ってます。そう 覚えても覚えても何か次の知らないものが出てくるんですよねみたいなそういう言い方をするんですけどもそれはそうです、ええ、そ,れそういうものを探して出題してるのででもちゃんとそこをイメージをちゃんとつかめとっていれば解けるってことなんですよよろしいでしょうか ?OK ですかだからそここここも暗記ととと理理解解ののイメージででここは理解の方をちょっっ中心にやって欲しいところなんですよねだから暗記と理解をどういうウェイトでやっていくのかっていうのも場所によってもちょっと異なってきます。 なのでここは暗記ウェイトを高めていくときついところなんです理解ウェイトを高めていってもらいたいところなんですねで具体的にどういうことかといいますと今言いました通り純都市計画区域っていうのはそうここであんまりちづくりをしてほしくないんですよねでもそうねいろんなこ建物が建ったら大変だから押さえつけはしたいんですよねなので純都市計画区域でこれこれをすることができるマルカバスカみたいな問題が出てきたらそのこれこれがいいですか 開発したり利用したり系は無理と思ってください。それに対して保全します守りますを抑えつけます抑制したりする系統のものは OK。 こういうイメージを持っておくと、こういうイメージを持っておくと問題も解けるようになっていきます。例えば、市街地開発事業ってどうですかつっ,ったら市街地開発事業、まずいです。準都市計画区域では無理です。じゃあ、高度利用地区どうですか高度利用地区、無理です。よろしいでしょうかっていうふうに判別できるようになっていくわけなんです。 オッケー。これを覚えておけばあの準投資計画域でできるもの一覧できないもの一覧なんて覚える必要はないわけですよそれを覚える必要がないということなんですだからここは暗記ウェイトを高めて勉強しちゃいけないところです理解ウェイトを高めてやんないといけないところなんですだからそれも場所によってここは暗記ウェイトを高めた方がいい場所ここは暗記と理解を半々でやっといた方がいい場所ここは理解ウェイトで締めておいた方がいい場所っていうのはやっぱありますそれは講義中に全て指定しますここはこれをちゃんと覚えておいてねとか こここはうういい理解にしととてねとか、OK、なので法令上の制限の学習する時にはそこをしっかり聞いてもらいたい。OK。だから復習する時も皆さんがあここは覚えておくっていう復習をしなきゃいけないなとかここはああ理解する復習をしておけばこれでいいんだなとかですねそういったところをちゃんと押さえておいていただければと思います。では、はい、問題ちょっと見てみましょうかいきますよ。はい えー問題の8見ていきたいんですけども「純都市計画区域は都市計画区域外の区域のうち新たに住居都市工業都市その他の都市として開発しおよび保全する必要がある区域に指定するものとされている罰でいいですよね」そうこれ見てください「純都市計画区域で何町づくりしようとしてるんですか」って話ですよね。 とづくりしたいんだったらそれはもう都市計画区域指定してるはずから、オッケーということですので、え住居都市、工業都市作りたくないです、オッケー、開発したくないですここ、ということになってくるんです。ここまでいいでしょうか。そうするとこの問題も解けますよね。 分かりました。だから常に学ぶときにどうすれば問題解けるのかっていうそこから逆算した学び方って必要ですよね。はい、そういう学び方をしておけばまあここら辺もがっつり点数は取れますよということになっていきますよろしいでしょうか。で、えー、ちょっと10ページのところをご覧ください。はいえー、10ページのところを見ていただきますと「日本全国は5つに分けられる」というふうに書いてありますね。 はい日本って5つに分けられますそのうちの上3つこれ先ほどやりましたよね都市計画区域です都市計画区域は3種類に分けられます都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域線引きしたらこの2つですよねはい線引きをしなかったら非線引き区域ですよねそしてはい準都市計画区域今やりましたね当然都市計画区域にも準都市計画区域にも指定されてない場所ってのはあるはずですよね まあ山奥とかそんなところだったらまあどっちに指定してもしょうがないわけじゃないですかまちづくりをする必要もなければ別に抑え込む必要もない場所っていうのはありますよね。はいということになりますので日本って5つに分けられますと。 でえー、これ法令上の制限の勉強をしていくと例えばこの都市計画法の後半のところで開発許可っていうところが出てくるんですけどもそれでも例えばね、えー、開発許可の場合、えー、この規模だったら許可が必要ですよみたいなところが例えば市街角域は1000平方メートルとかですね、えー、非線引区域は3000平方メートルとかですね、まあ、やっぱり出てきますしあとはま国土利用計画法とか勉強しているときにもですね届け出が必要なものとして市街角域だと2000年とかですね。 えね、まあそんな感じでまあ出てくるわけですよつまりこの5種類のうちのどれなのかっていうところで今後勉強が結構あの続いてくるところがありますのでやっぱりこの2本は5つに分けられるっていうこの発れを持って学習し始めるのがまあやっぱり法令上の制限の勉強のもう本当に初めの一歩というふうに押さえておいてください。よろししいでしょうか はい、まあ、大体法令上の制限ご理解いただけましたでしょうか、まあ、こんな感じで勉強していくものなんですよでこれが今ちょっとまあ本当に冒頭の触りの部分だけやりましたけれどもえただ丸暗記しようとすると本当に大変で,でしかも気づきましたそう私がしゃべった内容の半分以上はイメージ的なお話なので試験に直結してないんですわでもイメージの話をしないと解けないってことも分かりましたよね なのでなるべく早く早法令上の制限の勉強に入りたいわけで,すよ、ね、なのでまあやっぱあのこれを通学クラスだともう6月ぐらいかな6月から7月ぐらいかな、はい、ぐらいにはまあ入っていくまあ7月に入るのかなどうなったっけ6月の下旬ぐらいかなと思いますけれどもまあそのぐらいには法令上の制限に入っていきますはいまだ試験に余裕があるつまりまあこれ前半で言いましたけれども前半で言いましたけれどもはい まあ試験勉強を始める時期はそうね4月と6月が多いですよっていう話をしましたよね4月と6月多いですよって話をしましたよねつまり6月スタート組が勉強を始めようっていう時にはまあ勉強全体の3分の2ぐらいはもう見終わってるそういう状況になってます。なのでそのやっぱりリード感は強いですよね。 はいえー、ですのでまあちょっとやっぱりねこれはもうね、まあ、12月1月からやってる人っていうのは大体もう来月ぐらいにはワンクール終わるんじゃないかなっていう感じなんですけれどもそれよりちょっと出遅れ感はありますけれども6月スタートよりは早いですよろしいでしょうかって、はい、いうね、まあ、そんな感じでね、えー、ちょっとなるべく早く勉強し始めるっていうのはやっぱりそういうところでも重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますでは 次に権利関係のお話に行きたいと思います。で、えー、来週、えー、本講義が開始されます。で、来週本講義が開始されますと、まあ最初は権利関係のお話からやり始めます。 でですので、えー、ここから先の話はまた来週同じ話が聞かされると、えー、いうことになってきますけれども、まあ、本当にあの権利関係はこういうところからやっていきますよというところをちょっと最初のところから見ていきたいと思います、えー、まずは何かと言いますとですね権利関係は、まあえー、契約の成立こういうところからちょっと見ていきたいわけですで契約のお話が、まあ、やっぱり権利関係結構、主になってきますでこのまずは前提条件を押さえておいていただきたい。 例えば皆さん契約って皆さん最近しましたか？皆さん最近契約しましたか？えー、えー、まあ私はしましたよ。はい、えー。いつですか？今日です。はい、えー。今日契約してます。はい。昨日も契約しましたね。はい。一昨日も契約しましたね。ええー、あここ数日毎日契約してますね。はい。そうえー、どういうものですか？売買契約という契約をしております。 売買契約って何もの、ね、を売るものを買うそうわかりますコンビニででガム1個買うのも契約なんすすよわかりますそうつまり契約って本当に皆さんが日常でやってることなんですよねでこの契約というものなんですけどもじゃあこの契約ってどうすれば成立するんですかっていうお話なんですでこの契約の成立なんですけどもはい、えー、例のところをご覧ください はい、A が土地を売りたいと思いました B がその土地を買いたいと思いましたこうした時に A は売りたいと思ってるわけですよねその「売りたい」というこの気持ちを、はい、売りまますすという形で表示します、まあ、こういうのを「意思表示」っていうふうに言うんですけどねそう「意思、ね」「売りたい」という気持ちそれを「売ります」という形で表示しました。 にで A、B、がその土地を買いたいと思いましたで買いたいという気持ちこれを「買います」という言葉で表示しましたこの瞬間に契約って成立しますいいでしょうか契約は意思表示が合致した瞬間に成立するいいでしょうかで契約は意思表示が合致した時に成立してそして契約成立するとその瞬間に所有権は B に 移転します。つまり、この瞬間に a のものから b のものへと変わります。いいでしょうか？この意思表示が合致した瞬間に a のものから b のものへと変わるんです。例えばまあ、じゃあコンビニで考えてみましょうか。コンビニははい、えー、ね。コンビニは今、ま、物を売りたいと思ってるから、コンビニエンスストを経営してるんでしょうねえー。そして商品を陳列してますよね。はい、商品を値札貼って陳列してる。これって何ですか？売ります。という意思表示ですよね。 わかります。でそれに対して我々がねコンビニに入って、そして例えばじゃあガムかなんかをね、えー、手に取って、それをねレジに持ってきますよね。なんでレジに持っていくんですか。買いたいと思ってるからですよね。わかりました。買いたいと思ってるからですよね。そうこの瞬間に契約が成立するんです。つまりこのコンビニとかだったらそうレジにポンと出した瞬間この時に契約成立です。よろしいでしょうか。 だって売る側も売りますという気持ちを持ってるわけですから商品陳列してるわけですし買う側も買うっていう気持ちを持ってるからレジに持っていくわけですからねはいということでその瞬間に契約が成立でだからその瞬間からいいですかその瞬間からそれは買い主お客さんのものになるわけですよわかりますつまり何かというと例えばねあのコンビニエンスストアで例えばガム 売ってるじゃないですか例えばこう商品陳列するときにガムをね、えー、ちょっとねあっってちょっとポロッと落としてしまったっていったときに、えー、まあ、えー、その陳列することもまああるくちゃあるかもしれないですけど例えばレジに持ってったものを、ね、ポロッと落としたらやっぱり「あ申し訳ございません」って言うよね。それは何でですかって言ったらだってもうそれ店のものじゃないからね。わかりますお客様のものを落としてしまったわけですからね。それは,それは持ち主に対して「申し訳ございません」って言うべきですよね。はい まあまあ、あの陳列の段階で落としたとしても、まあ、そのまま、ね、裏に持ってってほしいですけどね、はいまあ、正確にはね、えー、そのまま置かないでほしいですけど、まあ、言うてみればそういうもんですよねそれだ,からだから例えばレジかなんかで手が滑って落としてしまった時にあすいません申し訳ございませんというのはそれはもうお客様のものだからですよ、はい、所有権はお客様のものですからね、はい、ということになっていきますそして契約に書面は必要ありませんいやそれはそうですよね ガム一個買うのに契約書交わしませんよね。嫌、えー、ですよね。レジに持って行った瞬間にね、なんか書類出されてさ、ね、えー、当コンビニエンスストア以下こうとするはね、友継正弘以下落とすとすると、ガム一個に対する売買契約を成立させた、えー、第一章とかに書かれても嫌ですもんね、えー。そんなん下手したらレシートすらもらわないでしょ。それでも契約って成立しますよね。わかりました。ですので書類書面はいらないんです。いいでしょうか。これが原則です。 はい、さあそして契約が成立するとどうなるんですかっていうと契約が成立するとはいどういうことですかって言ったらだってこの売り主さんは売りますっていうふうに言ったわけですよね売りますっていうふうに言ったんですからそれは A は B に土地を渡す義務を負います土地売りますって言ったんだからそれちゃんとね渡してください OK? で B は買いますって言ったわけですよね。買いいますっっってて言った以上お金払ってください よろしいでしょうか。いいでしょうか。どっちもだから売買契約が成立するとその瞬間に売り主にも買い主にも義務が生じるわけですよ。売り主はちゃんとそのものを相手に渡さなければいけないという義務。買い主は買うって言ったんだから金払わなきゃいけないという義務。OK。お互いに義務を負います。で、このような義務のことをこのような義務のことをちょっと難しい言い方をするとこちら債務という言い方をします。 えー、債務債務の「無」って義務の「無」ですよねちょっとなんか文字が潰れて見えないんですけどはい、えー、相手に対して負う義務のことを債務というふうに言いますさあこれって言い方を変えるとどうなりますかって話なんですこれ言い方が変わりますはい A は B に土地を渡す義務を負うってことははい A は B に土地を渡さなきゃいけないんですよねということは言い方変えてみてください B からすれば A に対して土地をよこせよっていう権利がありますよね言ってる意味わかりますもう言い方変えただけですよね A は B に土地を渡さなければいけないってことは逆に考えれば B からすれば A に対して土地をよこせっていう権利がありますよねそう。そして B は A に代金を支払う義務を負ってるわけですよね ということは言い方を変えると A は B に代金請求する権利がありますよね金払えっていう権利がありますよねそうつまりこの権利も持つことになるわけですよそうこの権利のことをはいえー、債権という言い方をします、ね、文字が潰れてますけれども。 ということはまあ基本売買契約が成立をしていくといいですか売買契約が成立すると何が起こるのかっていうとそうお互いに義務を持ちお互いに権利を持つことになるわけですよねいいでしょうかお互いに義務がありますお互いに権利がありますこういう状況になるわけですここまでいいでしょうかこれがいいですかまず大原則ですよろしいでしょうかでこの義務をちゃんと果たさなきゃいけない 約束は守らななきゃいけないけんですもう契約って約束みたいなもんですからね約束は守らなければいけない OK これがルールになりますよろしいでしょうか OK ですかでこれからその権利関係で学んでいくのは、えー、特にあの前半のところで学んでいくのは権利関係の前半で学んでいくのはこれの例外と思ってください。 どういうことですか。まあ、ちょっとここに目次をちょっとお見せしますけれども、権利関係のね。目次をお見せしますけれども、まあ、大体これの例外。はい。契約は守らなければいけない。約束は守らなければいけない。まず一番最初に学ぶのは、本当ってところなんです。どういうことですかっていうと。例えば、契約約束したわけですよね。約束は守らなければいけないというふうに言っても。じゃあ、例えば、その約束が誰かに騙されて、意思表示した。落とされて意思表示した。 誰、ねえー、からね、えー「売ってくれるよね」っつって脅されて「売ります」っていうふうに言いましたとねこの時まで守んなきゃダメっていうのがこの詐欺脅迫の話ですし。はい、例えば、えーねえー この約束が例えばね、えー、あの反社会的な約束だったとしてですよ。ね、えー、例えば殺人契約とかね、誰かを殺してくれとかね、えー、愛人になってくれとかですね。まあやっぱり社会的によろしくない契約、それまで守らなきゃダメですかっていうのがこの公序良俗に反する契約とかなんですよね。で、例えば約束は守らなければならないというふうにありますけれども、それって本当なの？ね。例えば人に問題がある場合。 例えば、ね、まだ子どもの、ね、相手が、ね、あよく状況もわからずにうんって軽く返上してしまったとそれでも守んなきゃダメって言ったらかわいそうですよねそれが制限行為能力者の問題とかですね例えば約束は守らなければならないそれが原則ですけれども例えばどっちかが約束を破った、ね、土地を引き渡してくれないとかお金払ってくれないとかそうした場合はって言ったらそれが債務不履行。 かりますさっきねやらなければいけない義務のことを債務っていいますよねその債務を不り子履行してないわけですからねとかね、えー、例えば、えー、先ほども言いました通り、はり、い、契約に書面は必要ないって言いましたよねでも、うん、例えば保証人になるみたいな感じのそんな大きい契約でも書面なしでできるのかなとかねやっぱり保証みたいなそういう契約は書面でした方がいいんじゃないのとかですねそういった例外的なものそれをまあ学んでいくのがまあ権利関係の前半。 の、まあ、メインテーマだと思全てはだからこのページから始まるんですよ。このページの内容これに対して「本当?」っていうのが大体、まあ、権利関係の冒頭部分です。よろしいでしょうか。でその中のまあ今日はそのうちの一つはい4番ですね。詐欺脅迫についいいてて見ていきたいと,思いますということになります。じゃあまあ詐欺や脅迫で考えてみてください。詐欺や脅迫で考えてみると例えば、えー、上が詐欺ですね。 はいえー、A がなんか詐欺師なんですね、はいえー、この土地は将来値、ね、下がりするよ今なら私が買いましょうって言って騙してるわけですよね、B がね騙されて「えそうなんですか?」ってあったら売りますって言ったわけですよねはいこちらご覧くださいいきます買います売ります意思表示は合致してますよね売りますって言ってますもんね 買いますって言ってますもんね。ということは、いいですか、ということは。これ、契約有効ですか、無効ですか、どっちですか。そう、有効なんです。だって、意思表示は合致してますから。オッケー。だって、売りますって言ってますもんね、買いますって言ってますもんね、売買契約は成立してますもんね。成立している以上、有効なんです。でも、有効だから、守りなさいっていうふうに言われたら。それは、可哀想ですよね。 騙された人が。騙されたとしても、ね、ああえー、ね、買いますって言った以上、買いなさいって言われたら、それはやっぱり騙された人がかわいそう。だから、はい、詐欺の被害にあった人は契約を取り消すことができるんです。取り消し、やっぱなしっていうふうに言うことができる。これが原則になります。 だからちょっとその下のところのアドバイスのところをご覧ください、はい、詐欺による意思表示は無効であるという問題が出たら答えは×ですさっきも言った通り有効か無効かっつったら有効だから OK 無効と取り消しは違いますいいでしょうかここはしっかり押さえておいてください 「無効と取り消しは全く別物です無効って何ですか?」って言ったらもう最初っから何もないということそれに対して取り消しっていうのは取り消すまでは一応有効で取り消しをした瞬間に契約した時にさかのぼってなかったことにするということなんですよろしいでしょうかつまり取り消しの場合は本人の意思表示ですつまり例えばこれ騙されたとしても B が騙されたわけですよね B が騙されたとしてもいや騙されたとそれでも構わない私は売るっていうんだったら売っていいです OK わかりましたそうつまり選択権が B にあるってことですつまり B が取り消すっていうふうに言ったのはそれはじゃあなかったことにしましょうと B が取り消さなければそのまま有効ですはい まあそれはねほら騙されたとしてもさ、えー、自分にとっていい、ね、ものだったらそのまま有効にする場合だってあるわけじゃないですかだから、まあ、選択権を与えましょうってことなんですなはい、えー、それが、はい、取り消しをすることができるということですだから無効って言われたら罰ですよはいじゃあ脅迫も一緒です見てくださいこの土地は俺が買ってやる当然売ってくれるよなっつって、まあ、B を脅してるわけですよねはいそれに対して「どう,どう売ります」っていうふうに言ったわけですよねわかります はい、何があって、はい、買ってやるって言ってますね振りますって言ってますね、はい、意思表示合致してますね。ということはそうこの脅迫も有効か無効かと言われたら有効ですいいですか有効ですでもじゃあ有効だから、はい、契約は有効なんだから守りなさいっていうふうになったらこれはかわいそうだから、はい、契約を取り消すことができるんです。 だから、詐欺や脅迫に関しては。取り消すことができるというふうな言い方をするわけなんです。ここまでよろしいですか。詐欺や脅迫によ。ね、よる契約に関しては。取り消すことができますよということになっていきますが。はい、それでは次のページをご覧ください。はい。ではですね。その、お、ね。 だまあ、騙したなり脅したなりして、えーね、その土地を手に入れた悪徳業者 A がですね詐欺や脅迫の被害者である B から買った土地を事情を何も知らない C に売ってしまいました、はい、ちなみに、まあ、これも言葉として覚えておいてください、はい、法律の世界では事情を知らないことを善意事情を知っていることを悪意と言います 善意にいいっていう意味ないです悪意に悪いっていう意味ないですあくまで事情を知ってるか知らないかってだけです善意って出てきたらあこいつ事情を知らないんだって思ってください OK 悪意って出てきたらあこいつ事情を知ってるんだって思ってくださいはいということになりましてじゃあこれね事情を何も知らない人に売りました事情を知ってる人に売りましたとつまりそう転売しちゃったんですな いやだって考えてみてくださいさっきも言いました通り詐欺や脅迫の被害者って取り消しできるんですよねそうするとどうなるのかって言ったら取り消しって言ったらなかったことになるから戻さなきゃいけなくなるわけですよねはい全てがリセット状態ですからそうしたらどうなりますそうしたら土地となられちゃいますよね元に戻されちゃいますよねだからそう取り消しって言った時にえもう土地売っちゃったからないよっていう風にねえ言いたいじゃないですかそうやって転売をするオッケー。OK そ,うそしたら取り消しって言ってもあれもう売っちゃったくのないよってなるわけですで考えてみてください売った相手が事情全部知ってたらどうですかそいつもグルでしょどう考えても OK それはもうね、ええ、そのグルのやつから取り返せばいいだけの話じゃないですか、ええ、でも事情知らなかったらどうなりますかって言ったらもう1人かわいそううな人が出ちゃうんですよそれは騙された人脅された人はかわいそうですよね 騙されたんですすすかか落とされたんですかかわいそうででよねでももし事情を何も知らない転売のね先の人間がいたらその人もかわいそうだと思いません例えばねじゃあ私がねいいですか、えーえー、詐欺師でしたと。で私が詐欺師で誰かをね、えー、騙してね土地を手に入れましたと。オッケーで、えー、私が土地を手に入れたところ今度は皆さんにねその土地を売りますと。 皆さんは何も知らずにうちの店に来て「ああこの度はようこそいらっしゃいましたこの土地なんかどうですか?」って言って、ね、紹介してるわけです。で皆さんは皆さんでそれが騙されてねあの騙して奪い取った土地なんて知らないですからその土地見て「あ,あいい土地ですね」っていうふうに言ったわけですよ。で買ったわけですよ。でその買った後に「取り消し」っていうふうに言われて、ね、皆さんのところに連絡が来て「あれはもつぐに騙されてねえ売っちゃったんだ」と「返せ」って言われたらどうですか いやだよってなりますよね。いやだよってなるところをさっき言うじゃなくて、え、何それですよね。わかす。事情何も知らないわけですからね。そう、これで返さなきゃいけないって言われたらどうですか。可哀想ですよね。何も知らずに巻き込まれてるわけですから。そう、何も知らずに巻き込まれて可哀想になってくるんですよ。つまり騙された人、脅された人可哀想だから守ってあげたい。 そう巻き込まれたやつかわいそうだから守ってあげたいんですよねただ守ってあげたい人が二人いるわけですでもその土地は一個しかないんですよってことはどちらかには涙を飲んでもらうしかないですよねわかりますあのまさかと思いますけど仲良く半分こったわけにいかないからねえそれはどちらも報われないですよねどっちかに諦めてもらうしかないんですさあ問題どっちに諦めてもらいますか っていう話なんですよ。その時によりかわいそうな人を守ろうとしたんです。はい、何かというとまず詐欺と脅迫この2つでも分けたんです。それは何かというと脅迫はね。土地も取られた。脅された精神的な被害まで受けたダブルでかわいそうだから、もう脅迫の被害者はもうめっちゃかわいそうっていうイメージになるんです。それに対して。 詐欺の被害者これに対してはね若干冷たいんですよ何かって言ったらいやまあ騙されたところも悪いっちゃ悪いかもしれないけどちょっと調べればわかったんじゃないのっていうまあちょっと冷たい言い方される可能性があるんですよねそうつまり脅された人はめっちゃかわいそう騙された人はかわいそうだけどあんたもあんたで調べなかったっていうミスないっていうふうに言われるわけですなので 脅迫の被害者はもう最大限守ることにしてるんですそれに対して詐欺の被害者はちょっと若干かわいそうだから相手次第かなっていうふうな言い方をするわけですねはい相手がまあ例えば事情全部知ってるんだったらまあそれは問答文様でいいとしまして知らなかった場合ですで知らなかった場合をはい2つに分けましたどういうことですか善意を2つに分けますはいえどういうことですかっていうと善意の中でも そら知らなかったんだけども善意無過失と善意有過失に分けますとで過失って何ですかって言ったら過失っていうのはうっかりのことだと思ってくださいつまりうっかりがあるかないかってことですつまり善意有過失知らなかったんだけどもうっかりがある 善意無過失知らなくてなおかつうっかりもないわかりましたつまり善意無過失だったら知ら知ないわけでしょうそしてそれに対して何の落ち度もないわけですよねってことは騙された人よりもかわいそう度合いは増えるわけですよ騙された人はだって落ち度がちょっとあるっつったもんねわかりましたなので 善意無過失だった場合には、まあ、善意無過失の人の人それに対して善意無過失あごめんなさい善意有過失過失があるんだったらこれは落ち度があるわけですよね。ってことは詐欺の被害者も落ち度があったんですよね善意有過失も落ち度があったんですよね。はい両方落ち,度が落ち度がある者同士の戦い。 だったら、これは。詐欺の被害者を守ってあげようかっていうふうにしたんです。なので、ここを全部まとめると、はい、こういうふうになっていきます。詐欺の被害者は、善意昔の第三者に対抗できない。こういう言い方をします。よろしいでしょうか。 で対抗できないって書いてありますけど対抗って何かって言ったら自分の主張を通すことっていうそういうイメージだと思ってください自分の主張って何ですか、まあ、詐欺の被害者の主張はあれですよね土地返してくれーだよね OK で、えー、ね善意の人間の、ねえー、主張したいことは何ですか返、えーねえー、したくないですよね OK、えー、この2つのどちらの主張が通るかっていうそういう話です ですから詐欺の被害者は残念ながら全員無解に対しては自分の主張ができないわけです改正って言えないってことですよろしいでしょうかはいだからこれでどちらが勝つかどちらが負けるかっていうそういう争いになっていくということになっていきますここまでよろしいでしょうかはいなのであの問題文を読むときに誰が 詐欺の被害者脅迫の被害者で、ね、誰がその巻き込まれた第三者なのかそこを読み取っていくっていう必要があるんですよねそこを読み取る練習っていうのが必要になってきますよっていうのが次15ページのところですはい、えー、問題9問題10のところですけれどもさあ下にちょっと図みたいなものを書いておきました、えー、ただちょっと ABC は書いてありませんので、はい、皆さんこの資格の中に ABC 入れてみてくださいということですままずいきます A 所有の土地が A から BB から C へと売り渡され移転登記も完了している A は B に騙されて、はい、A が B に騙されております OKA が B に騙されて土地を売ったということになりますので A が詐欺の被害者ですよね騙された A さんが詐欺の被害者そして、はい、騙したのは B です そしてその B が C に、はい、転売していったっていうことになりますよね。ということですから ABC はこういうふうになっていきます。そして、はい、そのことを全員昔の C に対してというふうにやりますから C は全員昔です。はい C は全員昔です。はいそして A が詐欺の被害者。さあこうした時にいいですか今回 A と C の争いですよね。 さあ問題ですどっちが勝つんでしたっけどっちが勝つんでしたっけそう C が勝つんでしたよね OKC、OK、が勝つんでしたよねつまり詐欺の被害者は全員無過失の第三者に対抗できないんです自分の主張を通せないんです自分の主張を通せないということはこやつが負けちゃう OK そして C が勝てるってこと 要はそういうことですよね。OK! とするならばとするならばはいそのことえっ、ー、とごめんなさい A は、はい、そのことを C に対して対抗することはできませんよね。ということではい罰ということになってきます。でこういう問題を解くときにはここ見てください主語を必ずチェック入れるものです。いいですか主語を必ずチェック入れて A はってなってます。A は負ける側ですから 負ける側ですから対抗できないって書いてあったら丸対抗できるって書いてあったらバツなんですで今回そう対抗することができると書いてあるからバツオッケーこういうふうに解いていきますなのでまあよく我々言うんですけれども登場人物が三人以上出てきたら図を書いた方がいいですで図を書いた方がいいんですけどまずこの図の書き方書けるかどうかってことなんですよねはい そこが結構、えー、まず最初の関門になっていくのでそこはしっかりできるようにしておくといいと思いますじゃあもう一問ラストの問題ですねはいえ見ていきましょう、はい、A が A 所有の土地を B に売却する契約を締結した A の B に対する売却の意思表示が B の脅迫によって行われた場合、はいえー、A の B に対する売却の意思表示が B の脅迫によって行われた言い換えられますはい これ何を言ってるんですかって言ったらいいですか B が A を脅したですよね B が A を脅して契約したってことになりますよね OK ってことは脅された人は脅された人は A さんですよねはいだから脅迫の被害者が A そして脅したのが B そして B からその取り消し前に当該土地を買い受けた全員の D ってことははいこいつが D ってことになるわけですよねそうつまり B は A を騙して土地を手に入れその土地を B は D に売り渡したっていうことになるわけですよそれをこの問題文から読み取ってくださいってことになるわけですなので権利関係の問題って実は結構国語の読み取りになっている場合もあるんですよで、えー、今回で言うなればはい えー、脅迫の被害者と善意ですはい脅迫の被害者が勝つですよね善意の「ーが負けちゃうんですよろしいでしょうかそうするとまず先ほども言いました主語チェックですよね主語チェックですよね A はです はい A は勝ってるんですよね勝てるんですよね勝てるんですよねってことは対抗できるとあったら丸対抗できないとあったらバツなんですよいいですか勝てるんですから自分対抗って自分の主張を通すことですもんねオッケー自分の主張は通せるわけですもんね勝つわけですから自分の主張を通せるわけですもんねだから対抗できるだったら丸対抗できないだったらバツなんですはい対抗できないバツと いうことになっていきますよね。いいでしょうか。こういうちょっと国語の読み取り的な問題も出てきます。はい。で、こういうところまでカバーすることができるかどうかという話になってくるわけですね。まあここら辺はね、あのー、次回から始まる本講義のところの初回の内容でございますので、またもう一度おは同じ話はしていきますけれども、こういう形でちょっと今日これで皆さん、えー、権利関係の勉強の仕方。 作権業法の勉強の仕方、法令上の制限の勉強の仕方、まあなんとなくは掴み取れましたか？なんとなく掴み取って、これで上位15%に入る勉強をしていきましょう。ってことなんです。で、上位15%に入るためには最初の話に戻りますけれども、半分の人ができる問題さえ押さえておけば必ず合格できるんです。そうした時にいいですか？もうこのテキスト。 いいですか？その半分の人ができる問題を中心に解説してあります。本当にもう2割3割の人しかできないような問題を解くためのテキストじゃないです。そして、それを解けるようにするための講座でもないです。はい。え、半分の人ができる問題を一文も落とさないようにしていける。そういう講座になっていきます。 でこれはあのよくですねこの週1クラスだともうやっぱりよく言われる内容なんですけれども週1回で間に合うんですかとか受かるんですかってよく言われます。であのこれなんですけれどもねあのそう思ってて逆にもらいたいぐらいなんですよ。何かっていうと逆にね例えば、ね「講義がいっぱいあります」っていうふうになってくると逆に。 講義受けただけで安心してしまってそれで家で復習しないっていう人結構いるんですよそしたら意味ないです逆にもし皆さんが週一回で受かるのかなって思ってくれているのであればそういう気持ちさえ持ってれば必ず家で復習してくれますよねだから逆に受かってくるんです当然のことながら講義受けただけでは受かりません当たり前の話ですけどね それはちゃんと家でちゃんとね,、えー、ね消化してできるかどうかっていうことなんですよ、まあ、言うならば講義って、まあ、イメージとしてはこう思っておいてください講義を受けるっていうのはいいですか皆さんのパソコンにいいですか、えー、ダウンロードしたようなものです情報をいいですか情報はダウンロードしただけではダメですいいですかその情報をちゃんとあなたのパソコンでインストールしないと使い物にならないですよねわかりますえー だから講義受けただけで終わってる人っていうのって。ただただ重いファイルが <laughs>、あの、ね、蓄積されてるだけで、全くインストールされてない状態ってことになっちゃうわけですよ。それだと逆に受からないです。でも逆に言えば、いいですか。最小限にもう、あ、もう、だからあれですよ。週一回ってことはいいですか。ダウンロードがいいですか。圧縮されてるんです。いいですか。か圧縮された形でダウンロードされてるわけですから。それをちゃんとインストールしてください。 オッケー、それをインストールするってのはどういうことですか。それは問題解くってことです。はい、問題を解いていってください。そうすればね、それはもう週1回だろうが週2回だろうが関係ないです。はい、えー、しっかり合格に。 ねえー、向かっていけると思いますので、まあ、そんな感じで1年間頑張ってやっていきたいと、まあ、1年もないですけどね、えー、10月の18日までですけども頑張ってやっていきたいと思いますそれでは、えー、今回の特別講義はこれで終了と、えー、させていただきますでは、えー、来週からいよいよ本講義ということですので、えー、権利関係の最初からやっていきたいと思いますそれでは皆さんお疲れ様でした